俺の名前は池上大輔。妻は美人看護師と来ている。こんな美人と結婚できたことに感謝しながらも、結婚3年。未だ子供ができないわけだが、それでも俺たちは幸せな結婚生活を送っていた。そんな俺たちは夫婦旅行を楽しもうとやってきたのだが、なんとそこで妻の美しさが仇となる事件が起きたのだ。彼女、美人じゃん。なんと、チンピラかと思しき男二人に声をかけられたのだった。なあ、彼女、俺らと付き合わねえか？男たちに声をかけられたその時、俺はちょうど妻のために冷たいものを買いに行っていたわけだ。一人旅なんて寂しいだろうがよ。だったら一緒に旅行した方がいいんじゃねえの？旅は道連れ、世は情けって言うじゃねえか。一人より三人だぜ。いえ、夫がいますから。夫？なんだよ、旦那と二人かよ。ええ。だったら旦那なんて放っておいても構わねえだろうがよ。こんな美人を一人にしてるんだからよ。あんまり愛されてないんじゃねえの？そうだよ、兄貴の言う通りさ。俺があんたの旦那なら絶対に一人になんてしねえよ。それをするってことはさ、愛情が薄いんだよ。そんなのとはさっさと別れた方がいいさ。なんだカイクラ、いいことを言うじゃねえか。まったくその通りだぜ。いえ、ちょっと冷たいものを買いに行ってくれてるだけなんで、すぐに戻ってきますから。戻ってきたら後悔することになると思うけどな。どういうことでしょうか。俺らでボコボコにしてやるからだよ。そんな男がそばにいてもつまらねえだけだからよ。それいいっすね。さすがです兄貴。当たり前だぜ。なあ、そういうことだからよ。俺らと遊ぼうぜ。どこに行きたい？パチンコか？カラオケか？ゲーセンでも行くか？それともストレートにホテルか？俺としては回りくどいのは好きじゃねえから、ホテルに直行ってのがいいんだがな。そんなつもりはないんで、お断りします。兄貴、この女の手めっちゃ白くて綺麗っすね。カイクラと呼ばれた男は妻の手を指さした。兄貴分らしき男は手を見て驚いている。確かに看護師でありながら妻は手が綺麗だ。それは毎日クリームを塗って美しくあろうとしているのだから当然といえば当然なのだが。綺麗な手じゃん。こんな綺麗な手を見るとゾクゾクするよな。なあ彼女、へへ。妻は手を隠したようだが、その手を無理やり掴まれた。そこに俺が戻ってきたのだからたまらない。俺としては悲鳴者だ。あんたたち何をしてるんですか。その人は僕の妻ですよ。なんだよ、旦那の登場かよ。やめてください。うるせえんだよ。今あんたがこの女を一人にしてるのが悪いんだろうがよ。俺らは寂しそうにしてるこの女に話しかけてただけだ。寂しくさせていたわけじゃないですよ。飲み物を買いに行っていただけですから。京香、行こう。俺は妻の手を握り歩き出そうとした。だがそう簡単にはいかないらしい。おいおい、逃げなくてもいいだろうさ。俺らだって取って食おってんじゃねえんだからよ。ただこの奥さんがあまりにも美人だから放っておけなかったんだからよ。それはありがとうございました。もう俺が来たので大丈夫ですから。ところが大丈夫じゃねえんだよ。何せこの女に興味が湧いちまったんだからよ。今さら焦ってんだよ。そうは言われてもこの人は俺の妻ですから。そんなの知るかよ。なあ奥さん、俺らと一緒に来た方が絶対に楽しいぜ。そうだよ、俺らと遊ぼうぜ、ホテルでよ。
こいつらは、なんてことを言い出すのだろうか。人の妻に、ホテルに行こうと誘っているのだ。ありえない話じゃないか。いえ、もう旅館に戻って、ゆっくりしようと話していたところなんで。だったら、てめえだけが旅館に戻ればいいだろう。俺らはあんたの嫁と、楽しいことをしようってんだ。邪魔するなよ。邪魔するなと言われて、どうぞとはいきませんよ。この人は俺の大事な人なんですから。女なんてのはいくらでもいるんだから、気にすることねえだろうが。それか、俺らが散々使ったら、返してやるからよ。それから旅館に戻ればいいじゃねえか。別に減るものでもねえんだしよ。減るとか増えるとかの問題ではないんですよ。この人は、俺の妻で、物ではないんです。だからやめてください。なんだこいつは。兄貴に対して偉そうなことを言いやがる。てめえ、何様のつもりなんだ？何様って、そういうつもりはないですよ。ただ、妻に手出ししないでほしいと、お願いしているだけです。それが人に頼む態度なのかよ。兄貴、こんなうるせえやつ、叩きのめしちまいましょうよ。そうすりゃ、この女は好きなだけ、俺らで使えるんですから。手荒な真似はしたくなかったが、そこまで言われちゃ、黙ってはいられねえよな。それはちょっと、喧嘩しようとかってことじゃないんで。なんだよ、男なら拳で勝負だろうがよ。俺は拳で勝負することは無理です。喧嘩なんか、したことがないんですから。だったら黙ってるんだな。黙ってその女を俺たちによこせよ。それはできませんよ。あんた方こそ妻のことは諦めてください。なんとか話し合いで解決しようと俺は必死に二人の男を説得したが、全くその説得に乗ることがないのだ。俺を叩きのめして妻を強奪しようとするばかりだ。これはまずいことになったわけだが、妻はというと、うつむいたまま、俺の背に隠れている。こんな時のために、武術でも身につけておけばよかったか。という、後悔の念が湧いてくるばかりだ。あなた、怖い。うん、大丈夫だよ。必ず守るから。必ず守るから、だってよ。ナイト気取りかよ。てめえに嫁が守れるとは思えねえけどな。何せ、そんなへっぴり腰じゃ、一発で終わりだろうさ。俺が殴られたとしても、妻は渡さない。泣けるね。だがな、お涙ちょうだいなんて、流行らねえんだよ。そんなことよりも、素直に渡した方が、痛い思いをしなくて済むだろうがよ。それに、嫁の前でてめえがボコボコにされてたら、嫁だって心が痛いだろうからな。確かに俺がやられている姿を妻が見たら、自分を責めるだろう。だからといって、このまま妻を渡していいことにはならないのだ。俺がどうなろうと、妻は守ります。そうかよ。面倒に思ったのか、兄貴分の拳が、俺の腹を捉えた。生まれて初めての一発に、俺は変な声を漏らしたような気がしたが、それ以上に痛みがひどく、脳天まで痛みが届いたような気がした。あなた。妻の悲鳴が聞こえてきた。大丈夫だ。絶対に強化は渡さない。旦那は消えろ。邪魔だ。佐々木組若頭の俺の命令なんだよ。俺に逆らう気か？そう言うと、今度は顔面に火のような痛みが走った。あなた。妻が倒れた俺に近づこうとした時、カイクラが妻の腕を取った。あなた、あなた。叫んでいる妻を無理やり連れて行こうとしているらしかった。俺は顔面の痛みに耐えきれず、立ち上がることができずにいたのだが、その時だった。なんと、弟分の男の、怯えたような声が聞こえてきた。嘘。やばい、この人。なんだよ。兄貴、この人、やばいっすよ。
何がやばいんだよ。てめえは容量がつかめねえな。だから、やばいんですってば。これ以上は関わらない方がいいですよ。カイクラが手を離したことで、妻は俺のところに飛んでくると、痛みで打ちひしがれている俺を覗き込んだ。よくもやったわね、私の夫に。兄貴、逃げましょう。バカ野郎、旦那を倒して、俺からって時に逃げるなんてことができるかよ。スエゼン食わぬは男の恥って言うだろうがよ。目の前にいい女がいるのに、やらなかったら、そいつはもう男じゃねえぜ。ダメですってば。うるせえんだよ。てめえだってこの女を使う気満々だっただろうがよ。それは、この女が誰なのか知る前の話です。誰だろうが関係ねえだろうが。所詮は旅行客の一人なんだからよ。そんなに怯えることはねえよ。そんなことしたら、こっちが叩きのめされますよ。バカが、そんなことができるかよ。所詮は女だろうが、女が男を叩きのめすことはできねえんだよ。そういうことじゃねえんですよ、兄貴。本当にうるせえな。だったらどういうことだよ。この女は、あそこの娘です。あそこ？あそこってなんだよ。あそこはあそこなんすよ。ああ、名前が出てこねえ。まったく、まだるっこしいな。川沿いの娘ですよ。何？川沿いの娘だと？そうですよ。だからダメなんですってば。逃げましょうよ。川沿いか。だからなんだってんだよ。え？川沿いの娘ならちょうどいいじゃねえか。今まで川沿いには痛い目に遭わされてきたんだ。兄貴、どうしたんすか？おい、カイクラ、ここはどこだ？え、旅行先です。旅行先で人がいなくなる。帰ってこねえなんてことはよくある話じゃねえか。つまり、この女の口を封じちまえば問題はねえってことだろうがよ。そうすりゃ、あの組長は骨が抜けるってもんだ。そんなことをして川沿いの組長が知ったら。どうしてわかるんだよ。この女が喋れなくなれば誰も喋る奴がいねえだろう。それに旦那の方もついでに穴にでも埋めちまえば誰にもわからねえってことだ。川沿いは旅行に行った娘が戻ってこねえって現実だけで、それが犯人がいることなのか、それとも本人の意思なのか、そんなのはわからねえだろうがよ。それは、そうですが。つまり、怯えることはねえってこった。なるほど。安心して川沿いの娘をいただけるって寸法よ。そいつはすげえや。だろ？そうと決まれば、早速いただきましょうよ。いや、その前に、この旦那の口を封じることが先だな。それからゆっくりと楽しませてもらおうか。そう決まると、男たちは俺に近づいてきた。その時だ、妻がこの二人の前に立ちはだかったのだ。なんだ、てめえ。遊んでほしいのはわかるがよ。あんたの旦那を先に始末しねえとならねえんだよ。そこをどぎな。そうはさせない。よくも、私の夫を殴ってくれたわね。ああ？なんだよ、俺らと戦うってのかよ。俺としては女に拳は振るいたくねえんだよな。遠慮せずにどうぞ。私もあんたらみたいなクズに拳を振るいたくはなかったんだけど、さすがに夫を殴られたんじゃ黙っていられないからさ。なんだよ、旦那が妻を守るってのはあるが、妻が旦那を守ろうってのか？ありえねえだろうよ。ありえるとかありえないとかじゃないのよ。あんたらのしたことが許せないって言ってるんだから。許せなかったらどうするってんだよ。女のお前が俺らを叩き潰そうってのか？そんなことができるのかね。何もできねえくせにでかいこと言ってんじゃねえよ。さあ、本当にでかいことなのかしらね。私を怒らせたんだから、ただじゃ済まないと思った方がいいわよ。やめろ、
あいつらは本当にお前にひどいことをしかねない。大丈夫よ。もうお父さんには連絡したし、あとはあいつらを叩きのめすだけだから。いつの間に連絡したのか、妻はそう言ったが、それよりも問題なのは叩きのめすという発言だ。確かに妻は武術を身につけている。子供の頃からピアノやバレエを習うくらいならば武術をやれと父親に言われ、泣きながら習ってきたという。それゆえ妻が武術を駆使して何かことを成している姿を俺は見たことがないのだ。へへ、だったらお手並み拝見と行こうじゃねえか。女のあんたに一体どんなことができるのかさ。ほら、かかってこいよ。ところが妻は全く動かない。まっすぐ立ったままポーズを取ることもないのだ。こんなので勝てるのか。相手を叩きのめすなんて言っていたが、大丈夫なのか。おい、かかってこいよ。そっちからどうぞ。何？そっちから来ないと正当防衛にならないじゃないの。正当防衛になるより先にこの世とおさらばすることになるぜ。ないわね。私はちゃんと加減ができるから。ふざけたことを抜かしやがる。おい、カイクラ、お前がやれ。え、俺っすか？相手は女なんだ。お前でも十分やれるだろ。まあ、そうですが、じゃあ。そう言うと、カイクラが突進してきた。妻が危ない、そう思った時だった。妻がカイクラの腕をつかみ、片方の手で喉に空手チョップを決めたのだ。そのため、カイクラは喉の痛みで倒れ込んでしまった。何やってんだよ、カイクラ。お次どうぞ。くさ、このアマ。突進してきた男は足払いをされ、脳天に一撃を受けることとなった。おかげで倒れ込んだわけだが、妻はそんな兄貴分の背中に肘落としを決め、男は全く動かなくなってしまった。弱いなぁ。そんなに強かったの？だって、子供の頃から武術を習ってたんだもの。このくらいのことはできるわよ。それより、この人たちを縛りたいんだけど、どうしたらいいかしら。縛るの？ええ、あと数時間もすれば、父が来るでしょうから。それまでの間、逃げられないように木に縛り付けておきたいのよ。警察に見つかると連れて行かれちゃうし、それだと結局逃げられちゃうから、逃げられないようにね。妻は笑顔でそう言うが、俺は驚きの連続だった。俺は相手の拳をまともに受け、相手を倒すどころではないというのに、妻はいともたやすく倒してしまうのだから。そうだな。そこのコンビニでガムテープを買ってくるか、ビニール紐を買ってくるかだと思うけど。両方あれば万全かしらね。ビニール紐で縛って、ガムテープでぐるぐる巻きにしておけば、そう簡単には抜けられないでしょう。でも、お父さんを待ってる間、俺たちはどうしたらいいの？この人たちを見張ってないとならないのかな？それだけしっかり縛り付けておけば大丈夫でしょう。あとは悪いことをしたからお仕置き中ですって書いて、助けないでくださいってメモ貼っておくとか。意外に子供じみているが、それ以外に方法が思いつかなかった俺たちは、コンビニでビニール紐とガムテープ、メモ用紙などを購入すると、なるべく人目につかないところに男たちを縛り付けたのだった。その後、岐阜が来るまでの数時間、カフェで時間を潰したり、土産物屋を覗いたりして時間を潰していた。お父さんが到着したらしいわ。あの人たちのところに行きましょう。妻にそう言われて、男たちが縛られている木の場所へ行ってみると、男たちは相変わらず伸びていた。弱い。まだ目が覚めないとか笑える。それだけ凄まじい威力だったということではないのだろうか。あ、お父さん、ここここ。妻が見る方向に視線を向けると、ギフト幹部が三人やってきた。どの人も黒いスーツで、見るからにヤクザだ。
そうか、この人たちってヤクザだったっけ。日頃義実家に行ってもヤクザという雰囲気はなく、一般的なマンションで一般的な家族という感じなのだ。それだけに妻がヤクザの娘だということを忘れてしまいがちだが、こうして仕事中の義父を見てみると、やはりヤクザなのだと再確認してしまう。こりゃ、一体どうしてこうなってるんだ？この人たちが私に遊ぼうと言ってきて、断ったら大輔さんを殴ったから、私が殴り返したの。なるほど。お前の強さなら、このくらいのことは朝飯前だろうな。それで大輔くんはやられっぱなしか？すいません。でも、大輔さんは私を守ろうと頑張ってくれたのよ。彼は武術も身につけていないし、喧嘩もできないのに。それでも守ろうと立ち向かってくれたんだから、その根性は大したものよ。わかってるよ。そんなにムキになるな。義父はそう言って笑ったが、俺としては女の強化が男たちを叩きのめしたのに、男の俺が何もできずにいたことが恥ずかしくて仕方がなかった。ところでこいつらはどこの組のもんだ？さあ、わからない。そんなこと聞いてる暇もなかったもの。なるほどな。よし、こいつらを起こして聞いてみるか。そう言うと、幹部連中たちが男たちの頬に平手を打ち込んだ。その痛みで気がついたらしく、自分たちが縛られていることに驚いていた。よう、目が覚めたか？あんたは？兄貴、川添の組長ですよ。なんだと？どうして川添が？てめえらが俺の娘にちょっかい出してるって聞いてな、すっ飛んできたのさ。どこからだよ？そんなことはどうでもいいんだよ。それよりてめえらはどこの組のもんだ？はっ、俺たちは佐々木組だ。なんだ、佐々木かよ。偉そうに胸張ってるが、佐々木組とはね。お父さん、この人たち、私と大輔さんが口を聞けないようにすれば何も怖いことはないって言ってたわよ。なんだと？それってもしかして、あの世に送るってことだな。そういうことだったのか。さすがに驚いた。口封じという言葉があるが、まさか本当にそうするつもりだったとは。やはりヤクザというのは恐ろしいものだ。なるほどな。そういうことを考えてたのかい？俺の娘よな。いや、本気でそんなことをするつもりはなかったんです。ただちょっと脅そうかと思いまして。いや、俺は本気だったさ。川沿いの娘ならあの世に送っても問題はねえんだ。なんせ何度も俺は痛い目に遭ってるんだからな。兄貴が痛い目に遭ったのは、川沿いの組長でも娘さんでもないじゃないですか。組員同士の小競り合いですよ。それなのに今そんなことを言ったら俺たちどうなるかわからないですよ。そういうことなら佐々木の組長に連絡してやるか。ほらな、組長に連絡すればすぐに助けに来てくれるさ。何せ俺は次期若頭なんだからな。何？てめえが次の若頭なのか？違います。自分でそう言ってるだけで、そんなことはないです。ふざけるなよ。俺は次期若頭だ。俺以外に若頭になれる奴はいねえだろうが。だから今そんなことを言ってどうするんですか。言っていい時じゃないですってば。組長に連絡するって言ってるんだから分かっちまうことだろうがよ。それなら自分から正々堂々言った方がいいじゃないか。兄貴、あんたって人は、まあ聞けばわかるってことさ。義父はそう言うと佐々木組に電話をかけた。するとすぐに繋がったらしい。おう、佐々木さんよ。俺は川添の組長だ。おう、川添さん、久しぶりだな。どうした急に。それがな、あんたのところの次期若頭なんだが。ん？うちの次期若頭？何のことだ。おい、てめえの名前は何てんだ。俺は木村だ。木村だそうだ。ああ、
若いくらとつるんでる下っ端か。そいつが次期若頭だって冗談だろ。お、そうなのか。そいつがどうかしたのか。俺の娘が旅行中なんだが、その旅行先にいてよ、娘と娘婿にちょっかい出しやがったんだよ。なんだと、あのクソガキ。そのために俺が急遽旅行先に呼ばれたんだが。そうか、そいつはすまねえ。こいつらをどうしたものかと思ってな。次期若頭だってんならあんたの考え次第だが、若頭でも何でもねえってんならこっちで処分しても構わねえか。ああ、そいつは自分はすごい奴だと勝手に思い込んでる。いてえ奴なんだよ。だから若頭候補でも何でもねえんだ。それどころか迷惑の根源だな。次から次へと面倒ごとを巻き起こしやがる。ってことはこっちで処分してもいいわけだな。ああ、構わねえ。好きにしてくれ。ありがとよ。二度と組に戻らねえかもしれねえが、そこは勘弁してくれ。面倒事が起こらなくなって逆に助かるってもんだ。岐阜はそれだけ話すと電話を切り、兄貴分と貝倉に説明した。木村よ、てめえは若頭候補でも何でもねえってよ。それどころか面倒事の種みてえじゃねえか。だからてめえらをどうしようと俺の勝手だそうだ。そんなバカな。残念だったな。きっと組長は誤解してるんだ。木村と聞いて誰かと間違えたんだ。そうに決まってる。いや、そんなことないですよ。組長の言ってることは正しいです。俺は一度だって兄貴が次期若頭だなんて聞いたことがねえ。なんだと。兄貴が勝手に言ってることなんですよ。でも弟分の俺が何か言うわけにはいかないからずっと黙ってたんですよ。嘘をつくな。嘘だと思ってるのは兄貴だけですよ。そんなバカな。まあそういうことだから佐々木はお前らを助けには来ねえよ。俺が一任されたんだからな。そんなバカなことがあるかよ。うちの組に俺以外に若頭になれる奴なんていねえのに。もしてめえが若頭候補だってんなら、逆にてめえを今のうちに潰しておかねえと、うちの組も大変なことになるってこったな。え？いやー、こんなところで若頭候補に出会えるなんて最高じゃねえか。そんな、バカな。さて、どうする？どうするって。俺の娘と娘婿をいたぶってくれたんだ。それなりの覚悟はあるってことだろ？いや、それは。だから川添はダメだと言ったんだ。川添の娘に手を出したらやばいって。そんなこと今言ってもしょうがねえだろうがよ。どうするんですか。なんとかしてくださいよ。知るかよ。こんな縛られている状態で何ができるってんだよ。てめえらよ、襲われるってのがどれほどの恐怖かわかるか。え？まして女がヤクザに襲われたらどれほど怖いかよ。てめえらにわかるかよ。別に怖いはずねえだろ。楽しいことしようって言うだけなんだからよ。どうせ亭主とベッドの上で楽しいことしてんだろうが。だったら他の男とやっても変わらないどころか、たまには別のやつとやった方が楽しいんじゃねえのかよ。兄貴、そんなこと言ったらダメだ。カイクラって言ったが、てめえはこの質問がわかるか。わかります。わかるのにどうしてやったんだよ。それは兄貴にやると言われたら乗らないわけにはいきません。これがヤクザの上下関係じゃないですか。まあ確かにそうだな。その通りだ。兄貴分に言われたらやらねえわけにはいかねえや。自分の身を守るためにもな。そういうことですよ。よし、決めた。てめえらの処分だが、俺の知り合いがこの近くにいるんだ。そいつは偉いことに金持ちでな。屋敷の中に虎を何頭か飼ってるんだ。しかもそいつらは肉食だから食費がかかるとぼやいてたのさ。そこで。まさか。そのまさかだ。お前らを虎の餌にしてやるよ。檻の中に入って
無事に3日を過ごせ。餌にならなかったら許してやる。だが、餌になっちまったら、そこで終わりだ。そんなの無理に決まってる。なんだ、そんなことでいいのかよ。簡単じゃねえか。それならあんた一人でやってくれよ。虎がどれほどどう思うかわかってるのかよ。俺は嫌だ。虎の餌になんかなりたくない。襲われる怖さを、しみじみ味わうんだな。おい、連れて行け。嫌だ。こんなのは絶対に嫌だ。旅行先ってのは何が起こるかわからねえからな。義父はそう言うと、笑いながら二人を連れて行かせてしまった。あの一件以来、俺は義父が怖くなってしまった。というのも、簡単に虎の檻に放り込むなどという判断を下したからだ。それは人間が決めていいような判断ではなかったと思う。これがヤクザだと言われれば、その通りだが、本当にあれは正しかったのだろうか。大輔君よ、あんたにはまだ子供がいねえだろう。今回のことで、あんたはかなりショックを受けただろうさ。それはわかるがよ、もしもあんたに子供がいたらどうだ。その子供が危険な目に遭わされそうだと知ったら、それでも判断がどうのと言えるのか。まるで俺の心を見透かしたように義父が言った。そうですね。例えばあんたの親が奴らに危険な目に遭わされたら、京花が慰み者になっていたらどうだ。それでも今と同じように言えるのか。それは確かに言えないと思います。そういうことなんだよ。自分が大事にしているものを壊されそうになった、いや壊されてたら、それでも綺麗事で済ませられたら、そいつは神だぜ。残念ながら俺は人間だ。大事なものを壊されれば鬼にもなる。それが人間だろうよ。俺はその言葉を聞き、自分はどうなのかとしばらく考え込んでしまった。だが答えは一緒だ。もしも妻を壊されたら、もしも家族を壊されたら、そこにあるのは憎しみだろう。つまり義父は組長であるよりも前に父親だということだ。父親としてあの二人に制裁を与えたということなのだろう。俺は義父に目を向けると、そうですね、と答えるのがやっとだった。そしていつの日か義父のような強い男となり、家族を守れるようになりたいと思うのだった。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。私の名前は影岡美月、28歳、高級料亭を経営している。その日、私の店には20人分の予約が入っており、貸し切り状態となっていた。だが、そこであるトラブルが。なんと予約の時間になっても客が誰一人現れなかったのだ。そこで私は予約を入れた宿倉という男性に電話をすることに。しかしそこで衝撃的な言葉を言われてしまう。今日は行けなくなった。キャンセルだ。なんとまさかの当日キャンセルをされてしまったのだ。そういうことでしたら、事前に説明してあった通り、全額分のキャンセル料金を支払っていただきます。私の店では、3日前のキャンセルであれば、キャンセル料金を取らないが、それ以降の場合はキャンセル料金が発生する。当日のキャンセルとなれば全額負担。予約した時に、そのことはしっかり説明してある。キャンセル料金？はい。お客様の場合、80万のキャンセル料金となります。80万だと？すると男はまさかの発言をしてきた。ふざけんな！なんで料理を食ってもいねえのに、そんな大金支払わなきゃいけねえんだ。そんなもん払うわけねえだろ。男はキャンセル料金を支払わないと言ってきたのだ。お客様、それは困ります。こちらはしっかり80万円分の料理を用意して、お客様たちをお待ちしていたんです。支払わないとなれば、こちらが80万円分、丸々赤字となってしまいますので、
知らねえよ。そんなのお前らが勝手になんとかしろ。客にそんな負担させてんじゃねえよ。ですが、お客様が予約されたからこそ発生した赤字ですので。てめえ客を何だと思ってんだ。お客様は神様だと思って手帳に扱え。そんな理不尽な額を請求するなんて非常識だぞ。非常識なのは男の方だ。お客様、別にお客様だけに理不尽なことを言っているわけではなく、すべてのお客様に対して同じルールを守っていただいております。事前にしっかり説明をしてあるわけですから、支払っていただかないと困るんですよ。うるせえ、そんなの知ったこっちゃねえんだよ。どうしても支払わないとおっしゃるのですか？当たり前だろ、そんな金払うわけねえだろ。そういうことでしたら、こちらとしては弁護士に相談させていただくほかありません。お客様のご住所やお名前などはお伺いしておりますので、そちらに請求書を送り、それでも支払われないということであれば、民事訴訟を起こさせていただきます。厳しいことを言っているが、キャンセル料金を支払ってもらわなければ、こちらとしても経営が成り立たない。せめて前日に連絡をもらえれば何とかすることもできたが、当日キャンセルだと、こちらとしてもこういう対応をするしかないのだ。すると意外なことが起こる。わかった。じゃあ今から店に行く。なんと男が店に来ると言い出したのだ。かしこまりました。キャンセルはなしということですね。ああ、すぐに行く。そして電話が切れた。先ほどまであれほど嫌がっていたのに急に来ると言った男。なんだか怪しい。そうは思ったが、来るというからには待つしかない。そして30分ほど経った頃、二人の男が店に姿を見せた。ヤドクラだ。男は店に姿を現すと、そう名乗った。20代後半に見える、こわもての男だった。いらっしゃいませ。その声、あんたさっき電話してきたやつか？うん、その通りです。私がそう言うと、男はにやりと笑った。その表情も気になった私だったが、それ以上に気になるのは、お二人ですか？20人の予約のはずなのに、やってきたのは二人だけというところだ。ご予約は20名のはずですが。そうだな。お二人で食事をしていただくのは構わないのですが、20名でご予約いただいておりますので、料金は20人分支払っていただくことになります。それでよろしいでしょうか？ああ、そのことだけどな。すると男は私の前に立ち、目をまっすぐに見据える。そして、やっぱり料金は払わねえことにしたよ。お前らには1円たりとも金を払わない。男はそんなことを言ってきたのだ。正直、やはりと思った。電話していた時の印象からして、素直にお金を払うような客だとは思えなかった。と、そこで、そりゃそうっすよね。そう口を開いたのはもう一人の男。こちらの男は20代半ば程度だろうか、やはりこわもてだった。飯も食ってないのに金なんて払う必要ないっすよ。意味わかんないじゃないっすか。男も、ヤドクラという男に同調する。先ほどもお伝えしましたが、こちらは料理を用意してお待ちしているので。うるせんで！男は突然怒鳴った。そんなのどうでもいいんだよ。とにかく俺は金を払わねえ。わかったか？私も負けじと声を上げる。そういうわけにはいかないとお伝えしたじゃありませんか。うるせえんだよ。てめえ俺のこと舐めてんのか？舐めてるとか舐めてないとか、そういう問題ではありません。支払うべきお金を支払ってくださいと言ってるんです。すると、てめえ、俺のこと誰だと思ってる？そんなことを言ってくる男。そして、あれはヤクザだぞ。しかも影岡組の若頭候補だ。なんと、男は自分のことをヤクザだと言ったのだ。男がヤクザだということにも驚いたが、それ以上に驚きだったのは、影岡組の若頭候補だということ。そもそもこの辺りは影岡組の島だ。キャンセル料なんて無料で当然なんだよ。男はさらにそんなことを言ってくる。
影岡組の島だろうが何だろうが、キャンセル料を無料にする理由にはならない。それに、もしもこの男が影岡組の人間なのだとしたら、言っておかなければいけないことがある。私はそのことを伝えるために口を開こうとした。だがその前に、俺のこと舐めやがって。俺に逆らう奴はこうなるんだよ。おい、まだやれ。男がそう叫んだ。了解っす。指示を出された前田という男は、そのまま店内にある椅子を持ち上げた。そしてそのまま椅子を店の窓ガラスに投げつける。キャッ！ガシャン！という派手な音が鳴り響く。今日は貸し切り状態なので、誰かが怪我をする心配はないが、それでも危険な行為であることに変わりはない。さらに男たちは二人で椅子を投げつけ、テーブルの上のものを払い落とし、瓶を地面に叩きつける。やめて！やめなさい！私は何度もそう叫んだが、男たちはギャハハッと笑いながら店を荒らしまくる。そして散々店を荒らした後、男はニヤニヤしながら私に向かって言った。これでキャンセル料をタダにする気になったか？あまりにも非常識な行動。怒り心頭の私は男を睨みつけながら答える。では、兄に請求書を送りますね。私のその言葉に男たちは、はぁ？と答えた。意味がわからなかったのだろう。ですから、私の兄にあなたたちが踏み倒そうとしているキャンセル料、80万円分の請求書を送ると言ったんです。その言葉を聞くと、男たちは二人で目を合わせ、大声で笑い始めた。何言ってんだよこいつ！あんたの兄貴に請求書を送る？知らねえよそんなの、勝手にしろよ。お前の兄貴が払うってことは、俺たちは払わないでいいってことだよな。そりゃよかったよかった。素直にただでいいですって言えばいいのに、なんで兄貴に請求書を送るとか言うんだよ。なんだよそのプライド。じゃああんたの兄貴に感謝しなきゃな。もちろん俺たちが壊した店の修繕費用も出してくれるんだろうからな。そんなことを言いながら笑い転げる男たち。確かに私の言葉だけを聞けば、私が強がってそんなことを言ったのだと思えるだろう。しかし私が兄に請求書を送るという言葉の意味にはとんでもない裏がある。男たちもそれを聞けば笑っていられなくなるはずだ。最高の兄貴だな。俺たちのキャンセル料支払ってくれるなんて、よろしく言っといてくれよ。ですが、兄の方からあなたたちに請求が行くと思いますけどね。私のその言葉に二人は笑うのをやめた。はあ？ああいうことよ。兄はあなたたちに今回の件の責任を取らせるはずですので、結局はあなたたちがお金を支払うことになるはずです。何言ってんだお前。そして私はようやく男たちに真実を伝える。あなたたち影岡組なんですよね。私の名前は影岡美月。兄は影岡組の組長、影岡大吾です。実は私の兄は影岡組の組長だ。周囲の人にそのことを言うと怖がられてしまうため、周りには隠していたが、こうなってしまっては仕方ない。私は真実を男に伝えることにした。だが、なんだそれ？どんな強がりだよ？うちの組長の妹？そんなわけねえだろうが。さあさあ、嘘つくならもっとマシな嘘つけよ。男たちは全く私の言うことを信じない。しかし、真実を証明する手段はいくらでもある。じゃあ、そのことを証明してあげる。は？今から兄に電話すれば、本当のことだって証明できるでしょ？は、やってみろよ。男にそう言われたため、私はスマホを取り出し、兄に電話をかけた。するとすぐに兄が電話に出る。どうかしたのか？兄に電話越しにそう言われ、私は事情を説明した。ビデオ通話にしてくれ。
兄がそう言うのでビデオ通話にして二人にスマホの画面を見せる。ヤドクラ前だ。お前たちか。スマホの画面を見て目を見開く二人。まさか本当に本当にこの人組長の妹さんだったんですか。すると、てめえら何やってんだ。電話越しに兄の怒号が響き渡った。すいません組長、申し訳ございませんでした。画面に向かって頭を下げる二人。さっきまであれほど偉そうだったのに、なんとも変わり身の早い男たちだ。とりあえずてめえら事務所に来い。そこできっちり話をつけよう。組長、本当に申し訳ございません。いいからさっさと事務所に来い。わかったか。はい。そして電話が切れた。すると二人の男はその途端に頭を抱える。これから起こることを想像して恐怖を感じているのだろう。そして私たちは三人で影岡組の事務所に向かった。その道中、誰一人として口を開くことはなかった。すいませんでした。申し訳ありません組長。事務所に到着し兄の顔を見た瞬間、二人はそう言って土下座した。組長の妹に手を出したのだから当然だろう。てめえら一体どういうつもりだ。すいません組長、まさか組長の妹さんだったなんて。もっと早く分かっていたら絶対にこんなことはしなかったはずなんですが。そんなの知ったこっちゃねえんだよ。お前らはうちの妹に手を出した。今はその事実が一番問題なんだ。それに今回の相手がうちの妹じゃなかったとしてもだ、一般人に手を挙げるなんてこと自体がおかしいんだよ。お前ら俺に隠れていつもこんなことやってんのか。いやそんなことはないんですが。そんなことあるから妹にも手を出したんじゃねえのか。嘘をついてんじゃねえ。そう言うと兄は土下座する二人の顔面に拳をぶつけた。ねえ、悲鳴を上げ床に倒れ込む二人。ふざけやがった。二度とこんなことするなよ。わかったか。はい、わかりました。それからキャンセル料の80万と、お前らが壊した店の修繕費用はお前らが払え。もちろんです。あとお前らさっきから俺に謝ってるが、謝るべき相手は俺じゃねえだろ。そう言われた二人は私の方に向き直り再度土下座してきた。この度は大変申し訳ございませんでした。すいませんでした。二度とこんなことはしませんし、お金も支払わさせていただきます。許してください。そう言いながら頭を床にこすりつける二人。あれほどキャンセル料を支払うのはおかしいと言っておきながら、相手が組長の妹だと分かったらすぐに意見を変える二人。さらに私の店を散々荒らされ暴言も吐かれた。それを考えれば二人を簡単に許すことはできない。あんたたちが荒らした店、修理するのにどれだけ時間がかかると思ってるの？その間当然お客さんを入れることはできない。明日も予約が入ってたのにどうしてくれるのよ。申し訳ございません。その分もお金も支払わせていただきますので。そういうことじゃない。私は声を張り上げた。明日という日を楽しみに待ってくれていたお客さんを裏切るってことになるのよ。うちの店を信頼して明日という日を私たちに預けてくれたのに、その期待に泥を塗ることになる。お金の問題じゃないのよ。お客さんたちの大切な一日があんたたちのせいで失われることが問題だって言ってるの。すいませんでした。申し訳ございません。ちょっとそっと謝罪したくらいで許されるようなことじゃない。そしてお金でも解決するようなことじゃない。そのことをしっかり自覚して反省しなさい。わかった？はい、わかりました。まったく。思っていたことをすべてぶつけたが、これだけではすっきりできなかった。まだ不満をぶつけたい相手がいる。それからお兄ちゃん。私はそう言い兄に向き直った。俺？そうよ、
お兄ちゃんは影岡組の組長でしょ。こんなことする組員がいるのは、お兄ちゃんにも責任があるでしょう。それに関しては、面目ない。もっとちゃんと指導しておいてよね。しかも、こんな人が若頭候補だなんて信じられない。なんでこんな人を若頭にしようとしてるのよ。私がそう言うと、兄は訳がわからないという表情を見せた。若頭候補？誰が？いや、だから、この宿倉って人よ。なんだその話。誰からそんな話を聞いたんだ？え？だって本人が言ってたわよ。俺は影岡組の若頭候補だって。すると兄は宿倉に視線を向け、口を開く。そんなこと言ったのか？え？あ、な、はい。なんなんだその話。俺がいつそんなこと言った？その言葉で宿倉は驚いたような表情を見せた。え？組長、いつも俺に期待してるぞって言ってくれるじゃないですか。そりゃ言ったが、若頭候補とはまた別の話だろ。あれ、いつも組長の指示で動いてるから、まさに組長の右腕って感じですし。ちげえよ。お前はちょこまか隠れて行動するのが得意だろ。だからお前の得意そうな仕事がある時に指示を出してただけだ。本当に組にとって大事な仕事の場合、お前みたいな下っ端には頼まねえよ。そんな。そう言い、宿倉はがっくりとうなだれた。どうやら若頭候補というのは宿倉の勘違いだったらしい。まあ、こいつは若頭候補ではないが、うちの組員ではある。その組員がお前に迷惑をかけたってことは俺の責任でもあるな。本当に申し訳なかった。兄はそう言って私に頭を下げた。まあ、お兄ちゃんに助けてもらってこんなこと言うのもどうかと思ったけど、一応言っとかなきゃって思ったから。でも、助けてくれたことはありがとね。いつも感謝してるよ、お兄ちゃん。私がそう言うと、場はなんとなくお開きといった雰囲気になった。もう謝ってほしいことも話すこともない。これで解散かなと思ったのだが、そこで兄が口を開いた。というか宿倉、お前誰と飯を食う予定だったんだ？兄が唐突にそんなことを言い出した。あ、確かに私もそれは気になってた。20人の予約を影岡組の組員が入れたんだから、てっきり私も影岡組の集まりだったのかなって思ってたんだけど、そういうわけじゃないんだよね。なあ、違う。うちではそんな話を聞いてる奴はいなかったな。宿倉、誰と食事する予定だったんだ？すると、な、いや、なぜか口ごもる宿倉。それを見た兄は、怪訝そうな表情を見せた。何か違和感が感じたのだろう。前田、お前は知ってるか？いや、僕も知りません。僕は宿倉さんに料亭に脅しかけるから手伝ってくれって言われて途中で合流しただけなんで、それ以前に宿倉さんが何をしていたかは知りません。そうか。で、宿倉、誰と食事するつもりだったんだ？知り合いと。知り合い？どんな？まあ、ただの知り合いというか、なんていうか。私の目から見ても、宿倉が何かを隠していることが分かった。当然、兄もそのことに気づいたようで。お前、スマホ出せ。兄は宿倉にそう言った。あ、どうしてですか？いいから出せ。兄の迫力に負け、宿倉はスマホを出す。そして兄は宿倉の指紋を使ってロックを解除し、スマホの中身を確認していく。すると、はあ？スマホを見ていた兄はそんな声を上げた。そして宿倉を睨みつける。おい、てめえ、どういうつもりだ？あの。宿倉は目を伏せ、ブルブルと震え出した。どういうことだって聞いてんだ。なんでお前が矢島組と連絡を取ってんだよ。答えろ。兄の怒号が響き渡った。ねえ、どうしたの？何があったの？私には関係のない話な感じもしたが、
この場にいる以上、何があったのかどうしても気になってしまう。こいつ、今夜矢島組の組員と食事をするつもりだったようだ。矢島組？俺たち影岡組と敵対関係にある組だ。どうやら影岡組と矢島組は同じヤクザとはいえ敵同士らしい。実際昔から抗争になることも少なくなかったそうだ。それを考えれば影岡組の組員である宿倉が矢島組と食事をすることはもちろん、連絡先を知っていることもおかしなことだ。すると、すいませんでした。宿倉は土下座し大きな声で謝った。すいませんってのは何に対してだ。お前は矢島組と会って何をするつもりだったんだ。実は矢島組から接触があり、影岡組の情報を流せば金をやると言われまして。それを聞いた兄はちっと大きな舌打ちをした。その情報というものがどういうものなのかはわからないが、使い道はいろいろあるだろう。影岡組の島を乗っ取ったり、取引を邪魔したり、警察に密告したり。敵対組織ならあらゆる情報が価値のあるものだろうし、あらゆる手段で役立てられるもののはずだ。それで今日矢島組と飯を食って何を話すつもりだったんだ。今日は矢島組の組長に紹介してもらえるという話になっていて、いつもは矢島組の幹部と連絡を取っていたものですから、もしも組長のお眼鏡にかなえば、さらにお金や仕事をもらえるかもしれないと言われ、そして僕が店に予約を入れたんですが、突然トラブルがあったようで今日は行けないという話になったんです。料金は相手持ちの予定だったので、だからキャンセル料も支払えなかったんです。なるほどと納得した。確かに相手の組長にキャンセル料を払ってくださいとは言いにくいだろう。だから宿倉は私を脅してでもキャンセル料を踏み倒そうとしたのだ。すいませんでした組長、金に目がくらんでしまったんです。宿倉は泣きながらそう謝った。こう言ってるが前だ、お前はどう思う？お前は宿倉の射程だろ。兄はこう言って前田に話を振った。俺はそう言い言葉を振り絞る前田。そして何かを決心したかのように口を開いた。俺は許せません。そんなの組に対してはもちろん俺ら全員に対する裏切りじゃないすか。俺は今まで兄貴を尊敬してついてきてたのに、何なんすか、なんでこんなダサいことするんすか。宿倉は何も言わなかった。冗談じゃないっすよ、こんな裏切り者が俺の兄貴だなんて、俺悔しいですよ。そう言うと前田は一筋の涙を流した。射程にこんなことを言わせるなんてな、お前は兄貴としても影岡組の組員としても失格だ。ちょっと待ってください、組長、どうか許してください。許せるわけがねえだろ、てめえ。俺たちはヤクザだから何でもやっていいとでも思ってんのか。金を稼ぐためなら何でもやっていいわけじゃねえんだ。ヤクザを舐めんな。俺たちみたいな裏社会の人間はルールを破る人間だが、裏社会には裏社会のルールがある。それを破れば当然地獄行きだ。表の社会にはないような残酷な罰がそこには待ってんだよ。しかも仲間を売るなんてのはこの世界じゃ一番のご法度だ。それが発覚した時点でもうお前は終わりなんだよ。そんなおい、誰か来い。兄がそう言うと影岡組の組員が数名姿を現した。お前ら、こいつは裏切り者だ。うちの情報を矢島組に売ってやがった。お前ら全員で制裁を加えろ。兄のその言葉に他の組員も驚いたようだったが、すぐに怒りの表情を浮かべ、はいと返事をした。お願いします組長、勘弁してください。宿倉の最後の抵抗だろう。兄の足にしがみつき、なんとか許しをこう。てめえ、話しやがれ。お願いします。いい加減にしろ。兄は宿倉の顔面に拳を振り下ろした。しかしそれでも宿倉は兄の足を離さない。
もしも話してしまえば終わりだということを分かっているのだろう。裏切り者のくせに許してもらおうなんて牛が良すぎるんだよ。出来心なんです。お願いします。二度としませんから。絶対に二度とこんなことしませんから。一度やった時点で終わってんだよこの野郎。さっさと話せ。そう言いながら兄は何度も宿倉の顔に拳を入れた。そして宿倉は組員たちに引き離され連れて行かれる。組長、組長。そんな悲鳴にも似た叫びが部屋に響き渡ったが、兄が宿倉を許すことはなく、宿倉は別の部屋に連れて行かれた。そしてその後、遠くから宿倉の悲鳴と鈍い音が何度も何度も聞こえてくる。まさに地獄を見ているのだろう。お兄ちゃん、私はそうつぶやくように兄に言った。あのさ、私確かにあの人のことを許せないけど、命を奪ってほしいとまでは思わないんだけど。組のことに口を出すのはどうかと思ったが、私も無関係の話ではない。それに私が関わったことで、一人の人間がそんなことになってしまったら、たとえ相手がどんな人間であっても、私は一生そのことを引きずってしまうだろう。そうだな。わかった。兄は小さな声で、私の目を見ずにそんなことを言った。正直、それが嘘か本当か、私にはわからなかった。私を安心させるためだけに言ったのかもしれない。私もこれ以上のことは何も言えなかった。そして、そのまま事務所を出て、私は料亭に帰って行ったのだ。数時間後、料亭に戻った私は、宿倉たちに荒らされた店を片付けていた。なんとか明日の予約をしている人を断らずに済むように、徹夜してでも片付けを終えるつもりだった。すると、手伝うよ。そう言って店にやってきたのは兄だ。宿倉への制裁を終えたのだろう。あの後、宿倉がどうなったのか私は兄に聞けなかった。もしもそれが私の想像通りだとしたら、兄は私に本当のことは言わないだろう。それに、本当のことを知りたくもなかった。多分一緒。私はこの話を兄にすることはないと思う。悪かったな。うちの組員が迷惑かけて。一緒に掃除していると、兄が再度私に謝ってきた。もう大丈夫だよ。お兄ちゃんがやったわけじゃないんだし、お兄ちゃんも裏切られてたんだからさ。いや、それでもさ、やっぱり兄ちゃんとしては妹には嫌われたくないわけだよ。そんなことを言われ、思わず私は兄のことを見た。確かに兄には怖いところもある。しかし私は兄のことを尊敬していた。私たちの両親が亡くなってから私の面倒を見てくれたのは兄だ。この料亭も兄が資金援助をしてくれたからこそ開業できた。こんなことくらいで嫌いになるほど私たちの絆は弱くないでしょ。何があっても私はお兄ちゃんの味方だから。そう言うと兄は照れたように笑った。私は兄のことが大好きだ。だから今後も兄と一緒に支え合いながら生きていこうと思う。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。私の名前は赤塚恵子。赤塚組組長の妹だ。ある日、たまにはバーにでも入って、ゆったりと酒を飲もうと思ったのだが、それが不運の幕開けになるなどと、全く考えていなかった。お客さん、見ない顔ですね。店に入ると、店内は薄暗く、静かな音楽が流れていた。いい感じのお店ね。ありがとうございます。こんな感じの会話があったのだが、カクテルを頼んだところ、目の前で作るのではなく、店の奥からグラスに入れて運ばれてきた。なんで店の奥？という疑問が湧いたが、それでも見た感じ、グラスも綺麗だ。一口飲んでみると、
飲み慣れた味。これって缶のカクテルじゃないの？そう思ったが、言ってもしょうがない。結局一杯をゆっくりと飲みながら世間話を楽しんだ。お会計お願い。問題はここからだった。はい、こちらになります。そう言って出された請求伝票。100万。1、10、100、1000。やっぱり100万。どうかしましたか？これ間違ってないですか？間違っていませんよ。バーテンはニコニコと笑いながら断言した。いや、おかしいでしょう。缶のカクテルみたいなやつを一杯だよ。それで100万なんてどうやったらなるわけ？ありえないんだけど。何がですか？この金額よ、100万とかって。お客さん、困りますね。金額に間違いはないんだから、ちゃんと払ってくださいよ。納得いく値段なら払うけど、これは納得がいかないでしょう。どうしてですか？だって、カクテル一杯しか飲んでないのよ。それで100万なんてありえないから。ありえますよ。どうして？いいですか？まずは入店料です。それが10万。入店するだけでお金取るわけ？はい。遊園地に入るんだって入園料があるでしょ？あれと同じですよ。それにしても10万とか。テーブルに着いたでしょ？椅子に座ったよね。合わせて20万。は？カクテル一杯で30万。これが？俺と会話したでしょ？これが特別価格で20万。世間話じゃない。お通しを出したでしょ？これが20万。ほら、合計100万だよ。ぼったくりだ。ぼったくりだなんて失礼ですね。当たってますけど。これがうちの価格なんですよ。こんな価格の店なんてないわよ。ここにありましたね。ありましたね、じゃないわよ。ありえないのよ。こんなの正当な価格じゃないわよ。払う必要ないわ。ああ、店に入ってきたのはお客さんの方ですよ。つまりお客さんが店を選んだわけだ。それなのに勝手に入ってきて店の価格にイチャモンつけようってんですか？イチャモンじゃないわよ。ただ本当にありえないから。たまにいるんですよね、勝手に入ってきて。いざ金を払う時になって文句を言う客が。それって最初から払うつもりがないってことじゃないんですか？冗談じゃないわよ。ちゃんとした価格なら払います。100万なんてありえないから払えないって言ってるんです。そんなに強気でいいのかな？え？お客さんは怖いってことを知らないのかな？怖いことなら知ってるわよ。だったらそんな強気に出ない方がいいですよ。素直に100万を払った方が身のためだ。素直に払えるような額じゃないでしょ。第一、そんな高額を持ち歩くはずないんだから。それなら出てすぐのところにコンビニがあるからさ、そこで下ろしておいでよ。そうすりゃ100万くらい払えるだろう。お客さんの年齢なら口座に100万以上の金が寝てるんだろうからさ。そりゃそれなりの年齢ではあるけど、だからってカクテル一杯にそんなお金を払うのはおかしいでしょ。うるせえな。飲んだのは飲んだんだ。払えって言ってんだよ。こっちは商売なんだからよ。商売なのはわかるけど、金額の設定がおかしいってば。誰がこんな高額を払うのよ。みんな払ってんだよ。痛い目に遭いたくねえからな。もしかして、あんたってチンピラとか？チンピラとは失礼だろうが。俺はれっきとしたヤクザだ。れっきとしたヤクザが、こんなところでバーテン？いいんだよ。バーテンだろうがなんだろうが、関係ねえだろうが。いい加減に払わねえと、怖い兄さんを呼ぶぞ。
そんなこと言われても。ほら、払えよ。だから、お金がないってば。よし、わかった。コンビニまでついて行ってやるよ。ついてきてくれなくてもいいけど、それにコンビニに行ってもお金は下ろせないわよ。なんでだ？だって、銀行のカードを持ってきていないんだから。なんで持ってねえんだよ。銀行関係のものなんて、落としたら怖いじゃないの。だから持ち歩かないのよ。それは残念だ。そういうものは持ち歩かねえと、こういう時に困るだろうがよ。そうは言っても、こんなお店にぶつかるなんて思ってないじゃないの。普通の価格なら、財布の中のお金で十分足りるんだから。それが足りねえから、どうして困ってるんだろうがよ。そうだけど。だったら、家の誰かに持ってきてもらえよ。家の誰か？ああ、旦那でも構わねえぞ。旦那なんていないわよ。なんだよ、独身かよ、その年で。余計なお世話よ。独身なのには、それ相応の理由があるんだから。理由はどうあれ、独身ならたんまり持ってるんだろ？たんまりなんてないわよ。老後の蓄えも必要なんだから。老後が必要なら、こんなところで飲まねえこったな。たまには飲みたくなるから入ったのよ。それがぼったくりだなんて、誰が思うのよ。そうかもしれねえけどよ。看板に書いてあっただろうがよ。え、なんて？ぼったくりってよ。ぼったくり。私はじっと考えてみた。そういえば、入るときに店の名前がぼったくりだった。面白い名前の店だと思って入ったのだ。ほらな、書いてあるだろ。こんなに丁寧にぼったくりの店だって教えてるわけよ。あれはぼったくるぞってことだったの？そうだよ。だからあんたが選んで入ってきたってことだよ。あんなの本当にぼったくりの店を指してるなんて思わないわよ。思おうと思うまいと。それは客の勝手だ。俺はちゃんと説明してるんだからな。詐欺だ。いいから払えよ。あんたの財布に金がないなら、身内の誰でもいいから呼べよ。100万払わないと店を出られないってな。呼ばねえと、裏のヤクザを呼ぶからな。そんな、独身なのにどうして身内を呼べるのよ。それはあんたの事情だ。俺には関係ねえんだよ。さっさと呼ばねえと、いつまでも店から出られねえぞ。それは困るけど。早く自由になりてえなら、早く呼ぶことだな。このままでは、拉致が開かない。それに、いつまでもここにいたいわけでもない。そう思った私は、兄に電話して助けてもらうことにした。じゃあ、兄に伝えてみます。ああ。兄ちゃんでも姉ちゃんでもいいから、早く助けてもらうんだな。私はスマホを取り出すと、兄のスマホへと電話をかけた。するとすぐに兄につながり、懐かしい声がした。兄さん？おう、稽古じゃねえか。どうした？こんな時間に。それがね、ぼったくりバーに迷い込んじゃって、カクテル一杯で100万も請求されてるんだけど。何？だから、救出に来て。わかった。場所はどこだ？場所を教えると、すぐに行くと言って、電話が切れた。兄ちゃんは来てくれるってか？ええ、すぐに来るわ。そうかい。来るまでの間、もう一杯飲むか？いえ、結構よ。これでまた、20万だの30万だのって言われたんじゃ、怖いから。いい感してるじゃないか。ため息しか出ない。これで兄に100万を払ってもらったら、私はなんと兄に言ったらいいのか。それにこんなことで100万も取られたらと思うと、なんだか情けなくて仕方がない。そんな私を見て、バーテンはニヤニヤと笑っているのだ。なんてことだろう。お客さん、そんなに落ち込むことはねえよ。
世の中悪いことばっかりじゃねえからよ。お前が言うか、そう思っていた時だ。店のドアが開き、一人の男性が店内に入ってきた。兄さん。いらっしゃい。バーテンは嫌な笑みを浮かべて兄に声をかけたが、兄は無表情で私を見た。これは怒っているようだ。なんでこんなところで一人で飲んでるんだ？たまには一人酒もいいかと思ったのよ。一人で飲むなら家で飲め。女だってこういう店に来たいと思うこともあるじゃない？なるほど。それでこのざまか？しょうがないでしょ？ぼったくりなんて名前で、本当にぼったくりするとは思わないじゃない。確かにそうだな。兄は面白そうに笑っているが、私は面白くはない。だがな、女が一人でふらついてるから、こんな店にはまるんだぞ。いい獲物だろうがよ。確かにその通りだ。そう言われたら、ぐうの音も出ない。おい、おっさん、こんな店とはなんだよ。なんであろうと俺の店なんだぜ。言葉のあやだ。気にするな。気にするだろうがよ。小せえことで気にするとは、小せえやつだな。何？人の店に難癖つける暇があるなら、さっさと100万払え。持ってきたんだろ？あ？おい、稽古。何？こいつはなんだ？どうしてこんなに偉そうなんだ？さあ、1時間前に知り合ったばっかりだもの。どうしてとか、なんでとか言われてもわからないわよ。確かにそうだな。おい、おっさん。さっさと金を出せって言ってんだろうが。あんたの妹が飲んだ分だ。何のことだ？何じゃねえよ。お前は何のために来たんだよ。妹が助けてくれと言うから来たんだが、文句があるか？100万持ってこいと言っただろうが。ああ、そんなことも言ってたな。何笑ってんだよ。そう言われて素直に持ってくると思ってるのか？そんなわけねえだろう。兄はそう言うとソファーにどっかりと座り込み、タバコを吹かし始めた。私も兄のそばに行くと、同じようにソファーに座ったが、兄は一体どうするつもりだろうか。おい、てめえ、何をのんびりとタバコなんか吸ってんだよ。そのソファーに座ったってことは、金がかかるって、覚悟があるんだろうな。おお、ソファーに座っただけで金がかかるのか。すごいシステムだな。てめえ、ふざけてるのか？バーテンの方も、なんとか100万を取ろうと必死らしく、兄のそばに仁王立ちになった。だが、兄は全く動じない。こんなに圧をかけられても動じないのだから、バーテンも焦っていることだろう。どういうつもりか知らねえが、払わねえならヤクザを呼ぶしかねえぞ。それでもいいのかよ。おっさんがボコボコにされるか、妹が慰み者になるかだぞ。どっちでもねえな。何？てめえはよ、誰に向かってそんな口を聞いてるのか、わかってるのか？てめえこそ、ここがどこかわかってんのかよ。ここは、伊藤組の縄張りだぞ。そして俺は、伊藤組の組員だ。伊藤？伊藤と聞いて、兄は笑い出してしまった。それこそ、腹を抱えてという感じだ。何がおかしいんで、そりゃおかしいだろ。店の名前くらいにおかしいや。店の名前のどこがおかしいって言うんだ。ネーミングセンスのなさだよ。ぼったくりますって逆に分からせてるあたり、頭が足りねえだろうが。それでも入ってくる客はいるんだよ、てめえの妹みてえにな。確かにそうだな。わざわざそんな名前の店に入るあたり、俺の妹もアホだな。しょうがないじゃない。店の看板なんて気にしなかったんだもん。それに名前を見てもきっとシャレのつもりなんだろうと思ったくらいなんだから。その通り、入る前から名前を認識していたが、私はシャレだと思っていたのだ。おい、おっさん、
それで伊藤組が何だってんだ。伊藤組はな、てめえが知らねえだけで怖いヤクザ組織なんだぜ。そこらの素人が近寄ったら、やけどくらいじゃ済まねえぞ。そうか、そいつは大変だな。だがよ、一般人ならそのセリフで驚くだろうが、俺には通用しねえよ。何？なんでだ？伊藤組って言ったら、弱小組織じゃねえか。しかも兵隊はろくでもねえのばっかりだ。組長はどうしてああもう、ろくでもねえ兵隊ばかりを集めるのか。ヤクザ同士じゃ、七不思議の一つに数えてるぞ。組長を悪く言うな。組長は困ってる奴を放っておけない。優しいお方なんだ。その優しさがあだになってるってことだな。今回もこうして最悪を引き込んでるんだしな。何？伊藤組を舐めるな。伊藤組なんざ怖くも痒くもねえんだよ。大体、伊藤の組長はぼったくりなんかを許してるのかよ。それは、あの組長は許してねえはずだぞ。知ったかぶりかよ。組長のことなんか知らねえだろうがよ。そうでもねえよ。どうして組長のことを知ってるんだよ。知ってるはずがねえだろうが。お前が同業だって言うなら知ってるかもしれねえが、どう見てもサラリーマンだろうが。世の中にはいろんな縁ってものがあるんだよ。その縁の中で、伊藤の組長と俺とはちょっとした知り合いってこった。そうなのか？ああ、あの組長は情の熱い人だ。その通りだ。だろう？ってことはよ、素人相手にこんなことをしたなんて知れたら、悲しむんじゃねえのかよ。しのぎにしても選んでやらねえと組長の名に傷がつくだろうが。え、お前は同業者か？どこぞの組のもんなのか？知りてえが？知ったらちびるぞ。ちびらねえよ。俺はな、赤塚組の組長だよ。赤塚組？組長？今度はバーテンが笑い出した。赤塚組の組長があんたのような細い体の男のはずねえだろうが。あの人は虎を素手で倒すというくらいの強者なんだぞ。なんだよ、俺のことをそんな風に思ってるのか。ありがたいね。だがよ、事実はそんなもんじゃねえぞ。まあ伊藤の下っ端野郎じゃ俺のことを知らねえのもうなずけるがな。下っ端だと？その時、奥からケツ持ちのヤクザが顔を出してきた。いかにも怖そうな、その風体だが、ワニを見て驚いていた。いや、誰の声かと思ったら、これは赤塚の組長さんじゃありませんか。なんだよ、お前はこいつを知ってるのかよ。バカ野郎、赤塚の組長といえば、いくつも組を潰した若手組長だ。この人に逆らったら、組を潰されることは有名な話だ。そうなのか？俺は虎を素手で倒したことしか知らねえや。まあそんなのはどうでもいいけどよ。組長なら金があるわけだな。妹の飲み代、それにあんたがそのソファーに座った分の金、しめて150万を払ってもらおうか。椅子に座って50万？さっきより高くなってるんだけど。あんたも座ってるだろうがよ。二人分なんだよ。ああ、なるほど。でも、金額が違うんだけど。こういう店は、細かいことは気にしねえんだよ。さあ、払え。まともな請求金額なら払う。ちょっと飲んだくらいで、100万はないだろう。くそ、余裕かましやがって。おい、こいつをボコボコにしろ。冗談だろ。こんなの相手にしたら、命がいくつあっても足りねえよ。俺は降りるからな。ヤクザはそう言うと店からいなくなってしまった。さあ、お前だけになったが、俺に払えというのか。バーテンはさすがにまずいと思ったらしく、冷や汗をかき出した。そして言ったのが、今日のところは許してやる、という言葉だった。そうか、ケイコ、帰るぞ。こうして店から出ることができたのだった。助かった私は
兄にバカだと言われながらキロに着いたが、店では先ほどのバーテンが大いに怒り狂っていた。すると伊藤の兄貴分が店にやってきた。おい、飲みに来たぜ。あれ？どうした？何をそんなに憤慨してるんだ？兄貴、それが。たった今起こったことを話すバーテンだったが、話を聞き終わると、兄貴は渋い顔をした。そいつは、関わらねえ方が身のためだぞ。だが、許せねえよ。俺だって遊びでこんなことしてるわけじゃねえのに、飲み代を払わずに帰るなんざ、どうして許せる？しかも、歯のケツ持ち野郎が、赤塚の顔を見た途端に逃げやがった。俺は赤塚を握りつぶしてやりてえ。そんなにやりてえなら、知恵を貸してやろうか？え、それはどういうことで？赤塚の弱みは妹だ。赤塚は施設育ちで、妹だけが家族なんだ。あの妹にも結婚話があったが、兄貴がヤクザということで話が流れちまったんだ。だから余計に妹に申し訳ねえ気持ちがあるみてえでよ。そのために自分も独身を貫いてるってこった。奴をやりてえなら妹を狙うのが一番の近道だぜ。なるほど、そういう関係だったのか。奴をやれればお前も幹部候補だ。兄貴はそう言うと一枚のメモを出してきた。これは？妹の連絡先だ。俺も赤塚には頭に来てよ。妹を餌にしようと思ったことがあったんだ。その時に妹の連絡先を手に入れた。だがよ、やる前に女にガキができちまって、俺も親父かと思ったら、バカやってる場合じゃねえやって思ってよ。結局何もできなかったのさ。情けねえ話だけどな。だからこいつはお前にやるよ。ま、頑張れ。俺はもう、捕まるようなことはできねえからよ。兄貴はそう言って少しばかり寂しげに笑ってみせた。久しぶりに兄貴と飲んだバーテンは酒が入るたびにやる気もアップしていったらしく、翌日私のスマホに知らない番号から電話がかかってきたのだった。仕事の関係上知らない番号からかかってくることのある私はためらうことなく電話に出た。すると相手は昨日のバーテンだった。赤塚組長の妹さんですか？私は兄がヤクザだということを誰にも話してはいない。それなのに知っているということは赤塚組の組員だろうか、そう思いながら話を聞いていると昨日のバーテンだということが分かった。昨日はすいませんでした。100万なんてとんでもない金額をふっかけちまって。赤塚さんの妹だと知ってたらあんなことはしなかったんだ。あれから兄貴分に怒られたんすよ。それで謝りたいから店に来てくれませんかね。今なら誰もいませんし、好きなものをご馳走しますんで。昨日は赤塚と聞いてもわからなかったバーテンが今日は申し訳ないという、もしかしたらこれは罠なのではないか、そんな気はしたものの、心底謝りたいと思っているとしたら無下にはできない。そう思った私は店へと向かうことにした。店に着くと店内には昨日同様バーテンだけがいた。いやあ、来たね。呼んだのには訳があるんだよ。何？カウンターに行くと私は男の前に座った。お前の兄貴をボコボコにしてやるからここに呼べよ。随分とあからさまに計画を暴露してるけど、そんなことをして困るのは自分だよ。困らねえよ。俺はお前の兄貴の首を狙うんだからな。そんなことしてどうなるのよ。それが成功すれば俺は幹部になれるんだよ。だから赤塚を呼べ。どうしたものかと思っていると、男は私のスマホを取り上げ、私の体をロープで縛り始めた。ちょっと、何するのよ。これはさすがにまずいことになった。どうやらバーテンは本気らしいのだ。さっさと呼ばねえからこうなるんだ。呼んでもこうなったでしょ。男が私のスマホから、
兄の電話番号を探していた時だ。店のドアが開き、兄が入ってきた。どうしているんだ？まだ呼んでねえぞ。私だって 100% 信じてきたわけじゃないわよ。先に兄に連絡して、ここに来ることを話してあったのよ。そんなバカな、計画がちげえじゃねえか。驚いているバーテンに、計画なんて、なかなかその通りにはいかないものでしょと説教する私。だが、縛られている私を見た兄は、怒りモードだ。俺の妹に何してくれてる？そう言ったかと思ったら、バーテンに飛びかかり、馬乗りになると、その顔面に拳を叩き込んだ。見る間に鼻血が飛び出し、顔が赤く染まっていった。呼吸を荒くする兄に、やばい、止めないと兄さんが刑務所行きになる。そう思ったほどだ。兄さん、やめて。そんなことより私を自由にしてよ。助けてなんてもんじゃ、きっと兄は止まらない。そう思った私の苦肉の言葉だったのだが、これが案外効果的だった。兄はバーテンをボコボコにはしたものの、それくらいで止まってくれた。今、てめえの組長を呼んでやる。そう言うと、どこかへ電話をかけ始めた。ねえ、私を自由にしてよ。伊藤の組長に電話をすると、やっと私が解放されたのだが、ロープで縛られた腕は結構痛かった。しばらくすると、伊藤の組長がやってきた。ところが、この組長と兄とは信頼関係ができているらしく、仲睦まじく話している。それを見たバーテンは、どういうことなのかと首をひねるが。あのな、赤塚は俺のダチなんだよ。てことは、その妹も俺のダチってこった。組長、その体で行くと世界中がダチになりますが、そんなことがあるかよ。てめえは俺のダチにこんなことをしたんだ。簡単に許されると思うなよ。そんな、知らなかっただけですよ。おい、赤塚、どうして欲しいよ。そうだな、俺の妹に手を出したんだ。二度とできないように、体に教え込んでやりてえな。二度としねえよ。もう、よくわかったからよ。これ以上は勘弁してくれよ。そうか、そういや、顔中真っ赤だな。兄はそう言って笑っているが、目は真剣そのものだ。伊藤の組長も、その辺は理解しているらしく、兄とうなずき合っていた。よし、今後は仲良くやろうじゃねえか。こんなにボコボコにしちまった詫びがしてえからよ。うちの組員がやってる店に行かねえか？そこで一杯おごらせてくれよ。ここで断ったら、また殴られると思ったのか、バーテンは素直についていった。店に入ると、そこには綺麗な女人がたくさんいる。バーテンは赤く染まった顔を、おしぼりで拭くと、調子に乗って飲み出した。さて、帰ろうとした時だ。バーテンの前に請求伝票が置かれ、そこには、5000万という数字が書き込まれていた。え、これは、おごってくれるんじゃ。ああ、一杯おごると言っただろ。二杯目からは自腹だろうが。そんなバカな。と、周りを見ると、そこには伊藤の組長の姿はなく、その代わりに、入れ墨集団がずらりと並んでいた。いくらなんでも、ぼったくりすぎだ。おいおい、バーテンさんよ。この店の名前を知ってるかよ。え、名前？ああ、この店はよ、地獄の三丁目ってんだ。払えないなら、地獄に落ちてもらうしかねえよな。地獄？やだ。なんだかわからねえが、地獄に落ちるなんざ、絶対に嫌だ。そうはいかねえんだよ。5000万、とっとと払いやがれ。そんな金はねえよ。だったらしょうがねえな。カニ漁船に乗って、しっかり稼いでくるんだな。カニ？ああ、冷てえ海で、カニを取ってこいよ。そうすりゃ、5000万ってのは、あっという間だからよ。やだ。組長、助けてくれ。組長。残念だったな。組長はとっくに帰っちまったよ。
そんな。あれから店は別の人がやることになり、ぼったくりすることはなくなった。安心して飲める店ということで、私は頻繁に行くようになった。バーテンダーも私と似たような年齢で、バツイチではあるものの、とても穏やかな人だ。仕事の愚痴を聞いてもらったり、世間話をしたりしているうちに、私の心の中に彼が入り込んでしまった。だが、こんなことが兄に分かったら大変なことになる。今までも私が恋愛するたびに大騒ぎをしてきたのだ。しかも、それが結婚に及んだ時には、どの程度の男なのかと、入れ墨をちらつかせてやってきたりもした。おかげで結婚は遠のき、今では諦めの境地だ。だが、入り込んでしまった彼を払いのけることはできない。そこで、私は彼のことを兄に話してみることにした。そうか。だったら俺がそいつを見定めてやる。もうやめてよ。何言ってやがる。お前を不幸にするかもしれねえだろうが。その逆かもしれないでしょ。それはあくまでも家庭の話だ。不幸にするかもしれないのも家庭じゃない。お前が不幸になるのが俺は許せないんだ。結局、今回も続かない私の恋愛感情になるのかと思っていたが、なんと兄を見た彼は、にっこりと笑ってくれた。さらには、臆することもなく兄に話しかけ、兄が、あの男なら大丈夫だ、というほどだった。後日、そのことについて彼と話し合ったのだが、兄と会った時、怖くはなかったの？どうして怖いの？妹が大事なだけでしょ。確かにその通りなのだが、でも、兄の入れ墨。ああ、綺麗だよね。俺は入れ墨なんて痛いし、怖いしで入れようとは思わないけど、あれも芸術だと思うよ。嘘。兄はヤクザなのよ。そうだね。この界隈には、そんな人が多いよね。怖くないの？好きな人の家族なのに、どうして怖がる必要があるの？というのだ。信じられなかった。普通に考えたら、とてもじゃないが、ヤクザの兄がいたら、交際するだけでも、躊躇するはずなのに。だが、そんな穏やかな性格のおかげで、私は彼と結婚することとなった。お前が結婚するなんてな、俺は本当に嬉しいよ。そう言って、毎晩のように泣いている兄を見ていると、兄がどれほど私を愛して、守り抜いてくれたのかを思い知らされる。赤塚組の組長が、私の兄であることに誇りを持ちながら、彼の元に嫁いでいこうと思う。ご覧いただき、ありがとうございました。あなたからのコメント、お待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。私の名前は高田美優、22歳。私は就職先も決まり、最後の学生生活を満喫していた。羽目を外して遊べるのも残りわずかだと思っていた私は、友達と毎週のようにクラブに通っていた。さえ、このお酒超美味しいよ。本当だ、私も一緒に飲む。お姉さんたち学生、俺らと一緒に踊らね。お姉さんたち超可愛いし、俺らおごるよ。男たちは私たちに話しかけてくると、気前よく私たちが頼んでいたドリンク代を払ってくれた。お兄さんたちめちゃくちゃノリいいね。私たち学生最後の夏だから遊べるのも最後なんだ。もっと早くに出会っていたらもっと遊べたのに残念。こんなにもいい人に出会ったの初めてだもんね。飲み物までおごってもらえるなんて浮かれちゃうな。私たちは毎週のように来ていたせいか、少し男の扱いも上手になっていた。そんな私たちを見て、男たちは距離を詰めてきた。お姉さんたちさ、
飲み物おごったんだから少しくらいはいいよね。俺さ、最近失恋してさ、ちょうど癒してくれる人を探してんだよね。そうそう、こいつ慰めてやってくれね。俺もちょうどフリーだからウェルカムだよ。てか、お姉さんたち超タイプだし。それは今日でストレス発散しないとだね。でも私たちよりももっと上手に慰めてくれる人いるんじゃないの？フリーって言っているのも嘘だったりして。そんなことないって。彼女なんていたらこんなとこ来れないっしょ。お姉さんたちはもしかして彼してもいいの？実は年上彼氏がいるんだけど、いつも内緒で来てんの。ね。私たちはいつものように男の影をちらつかせて、男がこれ以上寄ってこないようにアピールしていた。それは残念だな。でも俺ら彼氏もしても全然気にしないよ。なあ、サスケ。そうっすね。むしろ他のやつの女だと分かってる方が燃えますよね。私たちの考えとは裏腹に、男たちは私たちの体に触れ始めた。私たちは目で合図を取りながら、この状況はやばいと察した。ちょっと、それ以上はやめてくださいよ。私たちも彼氏に怒られるし。そうそう、他にもいい女の子たちがいるじゃん。彼氏に一途な私たちは残念だけど誘いに乗れないからね。雰囲気を壊さないよう、男たちの機嫌が悪くならないように私たちはやんわりと断った。お姉さんたち、ただで飲み物をおごってもらえるなんて思っちゃダメだよ。これはクラブに来た人のマナーみたいなもんなんだから受け入れないと。俺らに酒をおごってもらったよね。おごってもらっておいて少しも触らせないなんてことありえないですよね。それなら初めから断っておけって話したし。ほら、さっきまでノリノリだったじゃん。男たちはだんだんと威圧的になってきて、私たちはだんだん笑えなくなってきていた。大丈夫だって。そんなすぐに取って食おうなんて思ってねえから。ちゃんと仲良くなって、それで楽しいことしようよ。俺らめちゃくちゃ優しくするよ。もちろんお金だってあるんだから、のぞみの額言ってくれていいんだよ。いや、お金なんていらないです。そういうことはできないので。何言ってんの？もしかして、彼氏がいるなんて嘘だろ。まさか初めてだったり。マジかよ、かわいいじゃん。嘘なんてついていません。これ以上しつこいようなら警察呼びますよ。その手離してください。男たちは私たちの肩に手を回し、強引に引き寄せ、動けないように力を入れていた。何？この手が嫌なの？なんだよ、もういい歳なんだろう。これくらいされるのなんて慣れなきゃダメだよ。これから社会人だろう。会社で働いていたらこんなことしてくる上司なんてザラにいるよ。今日は俺らがそんな上司がいた時のために鳴らしておいてやるよ。大丈夫です、私たちもう帰らないと。まあまあ、そんな門限なんてないくせに。どうせいつも遊びほうけているんだろう。お姉さんたち、こういうやつもいるってちゃんと学ばないとな。いつまでも男を手玉に取っているって勘違いしてちゃ、痛い思いするぜ。あんたより俺らの方が力あるんだし、どうにでもできるんだからな。ああ、そうそう。俺ら自己紹介遅れたわ。俺らね、ヤクザなんだよね。ヤクザ。そうそう、ヤクザ。俺らがお姉さんたち選んでやったんだから、おとなしくした方がいいよ。まあ、拒否してもどうにもならないんだけどな。俺らはもう、お姉さんたち気に入っちゃったからな。どんな手を使ってでも物にするよ。もし拒否すれば、そりゃあもちろん力ずくでするか。内定もらってる就職先に嫌がらせでもして、お姉さんたちの人生むちゃくちゃにしちゃうかも。もちろんそんなことにはなりたくないよね。
ちょっと待ってくださいよ。どうして私たちがそんなことされないといけないんですか？飲み物代だってお返しします。もう解放してください。そうですよ。私たちは別におごってほしいなんて言っていないですし、お兄さんたちが好意でしてくれたことですよね。それなのに、それで体を求められても困ります。あ、何言ってんの？それで俺らがお姉さんたちを解放するわけなんてないじゃん。まだわからねえの？俺らに黙ってついてくる方が身のためだって。好きで俺らとさっきまで遊んでいたんだろう。男と女がその後することなんて一つだろうが、そんなことも考えねえで騒いでいたお前らが悪いんだろう。てかそもそも自分たちがどれほどいい女だと勘違いしてんの？飲み物をおごった上に金出してやるってこっちは言ってんだよ。感謝してほしいくらいだわ。お前らみたいな女、このクラブで山ほどいるから。マジでそれな。ほら、わかったなら、おとなしくついてこい。男たちは、クラブから出て、どこかへ連れて行こうと手を引っ張った。やめてください。本当に警察呼びますよ。友達は、スマホに緊急の電話番号を打ち込み、男たちに見せた。やってみろよ。警察呼んで、それで解放されると本気で思ってんならな。お姉さん、俺らバカな女は嫌いだよ。俺らさっきヤクザだって教えてやっただろうが、警察がヤクザの俺らを捕まえられるわけなんてねえんだよ。そんなもん、組長に言えば簡単に解決できちゃうの。諦めて、俺らについてくる。わかったな。嫌です。はあ？お前、何言ってんのかわかってんだろうな。だから嫌だって、何度も言っているじゃないですか。この手、離してください。青龍組の俺様の誘いを断ったな。極道の恐怖を教えてやろうか。極道の恐怖？それはパパに伝えてくれる？あ。私は笑って男に伝えると、男はとうとう私が狂ったと思ったのか笑い始めた。こいつ、パパだってよ！いい歳してパパに頼るって、かわいそうな女だな。そうかそうか、パパが助けに来てくれるんだな。俺らがヤクザだって言うのに、それ以上のすごいパパが来てくれるといいな。そう、そんなにもバカにできるなら呼んであげるよ。私はそう言うとスマホを手に取り父に連絡を入れた。あ、もしもし、クラブで遊んでいたら男が絡んできて、その誘いを断ったら極道の恐怖を教えてくれるって言っているの。極道の恐怖か、それは見物じゃねえか。今指示を出してやったから、パパが逆に極道の恐怖を教えてあげるよ。父は笑いながらそう言うと電話を切った。それでパパは助けてくれるってか？かわいいかわいい娘のためだったら自分の命も惜しくないってか？わざわざ俺らにボコられに来るなんてどんだけバカなんだよ。受けるんですけど、パパもこんなバカな娘の相手してかわいそうだな。今日が命日かもしれねえから、来世ではもっといい娘に出会えることを祈っててやるよ。逆なんだけど、逆に極道の恐怖を教えてあげるって、さっきパパがすぐに指示を出してくれたから、もうじきその意味がわかるんじゃない？私がそう言うと、クラブの店員がゾロゾロと男たちを囲んだ。どうやら父が指示を出したと言っていたのはクラブの店員にだったらしい。お前ら何なんだよ。たかがクラブの店員が俺らに何の用だ。わかってんのか？店員が客に手を出したらどうなんのか。この店まとめてぶっ潰すぞ。あなたたち少し度が過ぎましたね。これは組長からの命令ですので。そう言うと、店員たちが男たちを捕らえ始めた。はじめは抵抗していた男たちだが、
一瞬で抑えられ抵抗できなくなっていた。あんなに威勢が良かったのに、所詮この程度ですか。すぐに組長が来てくれるので、それまでおとなしくしていてくださいね。なんなんだよ、俺ら別に何もしていねえだろうが。クラブでナンパなんてよくある話だろう。俺らの組長がこんなこと知ったらただじゃ済まねえからな。そうだ、青龍組なめんじゃねえぞ。とっととこの手離せ。それはできませんね。ほら、組長がもう到着されましたよ。もうあんたらには逃げ場なんてもんはねえから。は、なんだよさっきから組長って。お前ら俺らをバカにしてんのか？待たせたな。そんなバカにしてるなんて無駄に騒ぐんじゃねえよ。そもそもお前らが喧嘩ふっかけてきたんだろ。俺はその喧嘩をわざわざ買ってやったんだから、ありがたく感謝しろよ。は？なんだてめえ、急に現れて、俺らに何の用だよ。お前の指示でこいつらが動いてんなら、とっととやめさせろ。寝言は寝てから言えや。ミユに喧嘩売るってことは、覚悟あってのことだったんだろう。こいつらさ、クラブの店員にしてはなかなかやるだろう。てか、クラブの店員に押さえつけられるほど弱いくせに、どうしてそんなにも騒げるんだよ。やっぱり、負け犬ほどよく吠えるっていうのは確かだな。父が馬鹿にすればするほど、組員たちやクラブの店員は笑って男たちを侮辱していた。さっきから言いたい放題言いやがって。そんなに俺らを馬鹿にするなら、おっさんが俺らの相手しろや。他の奴に指示出して、自分は高みの見物なんて、それこそ弱い奴がするもんだろ。お前ら、それ本気で言ってんのか？俺が権力持ってるから、こうして他の人間が俺の指示に従うんじゃねえか。そんなこともわからずに、堂々と勝負しろなんて、ガキかよ。俺さ、娘が可愛くて仕方ねえんだよ。だから娘がよく通うクラブは、ちゃんと俺のテリトリーにしてやんの。そんなことも知らずに、俺のテリトリーで平気で俺の娘に手を出しやがって。ただじゃおかねえから、覚悟しろよ。ちょっと待ってくれよ。なんだよテリトリーって。そんなことできるなんて、あんた何者なんだよ。もしかして、こいつが言っていたパパってのがあんたか？ごめんなさい。私も自己紹介していなかったね。私、高田組の組長の娘なの。なかなかやめてって言ってもやめてくれないから、こうするしかなくて。まあ、この状況でパパに喧嘩売れるなんて、その度胸だけは褒めてあげるけど。それと、高田組って、その辺のよくいるヤクザとは違うからね。痛い思いする前に、ちゃんと教えておいてあげる。なんだそれ、ただの親父が来るんじゃなかったのかよ。私がいつパパは一般人だなんて言った？想像力を働かせないで勝手に決めつけてるあんたらが悪いんじゃない。後悔してももう遅いけど。ミユ、ちゃんと教えてやらなかったのか。俺がバックにいるなんてことも知らずにミユを誘うなんて哀れだな。今更知って俺に媚びても、さっきまでの態度でもう許すなんて次元じゃなくなってっけどな。なあ、君たちはもう営業に戻っていいよ。ご苦労さん。父がそう言うと、店員たちは一斉に頭を下げ、男たちから離れていった。さあ、君たちをどうしようか。俺の娘に手を出すことは何をしても許されない行為だからな。とりあえず、出始めに痛い思いしてもらおうか。なんだよそれ。さっきまでの態度は何も知らなかったんだから仕方ねえじゃねえか。この通り、ちゃんと詫びます。許してください。組長、俺が責任持ってこいつらボコボコにします。ミユさんに手を出したなんて許せません。後ろの組員たちも、俺と同じ気持ちですよ。ああ、俺の組員まで怒らしちゃったみたいだよ。俺んとこの組員は普段優しいんだけどな。みんなミユのことが自分の娘のように可愛いみたいでな。ミユに何かあった時は、そりゃあもう手をつけられなくなるんだよ。
まずは組員たちの怒りを発散させてやらねえとな。早くお前らをボコりたいってうずうずしてるみたいだわ。待ってくれ、ちゃんと話を聞いてくださいよ。俺らはまだ何もしていない、手も出していないし、ただナンパをしただけだ。そんなキレられるようなことなんて一つもなかったよな。そうだ、俺らは未遂なんだよ。てかこんなことしてそっちもただじゃ済まねえぞ。俺ら清流組の組員だからな、組長が黙っていねえぞ。今からでも辞めるって言うなら組長には黙っててやる。男たちは父の怖さを知らずに素直に謝罪するのではなく脅してきた。そうか、それならなおさら許せねえな。同業者にここまでコケにされるなんて。アルト、こいつら好きにしていいぞ。気が済むまでとことんやってやれ。父がそう言うと、若頭は待っていましたと言わんばかりの表情で組員に命令した。お前ら、美優さんがされた分以上にやってやれ。二度と舐めた口聞けねえくらいにな。はい。普段私に優しく話しかけてくれる組員までもが怒りに身を任せて男たちをボコボコにしていた。やめてくれ。もう降参する。俺らが悪かったからお願いします。本当にすみませんでした。勘弁してください。たかしさん。男たちは痛みに耐えながらもやめてくれと懇願していた。そして男たちが話す余裕さえもなくなった頃、お前らその辺にしておけ。まだこれからだって言うのに気絶でもすれば面白くねえだろ。俺もちゃんと楽しみたいからよ。おい。父の一言で組員たちは一斉に下がった。男たちは座ることさえままならないのか寝転んだままうずくまっていた。もう勘弁してください。俺ら十分反省しました。娘さんに声をかけてしまったこと本当に申し訳ありませんでした。これ以上はもう耐えられないです。泣きながら小さな声で話すが、そんな姿で父の怒りが収まるはずがなかった。お前らこれで済むと本気で思ってんのか。もう少ししっかりしてくれよ。まだまだこれからだぞ。今の分は俺の組員からの気持ち程度のプレゼントだぜ。俺の怒りはまだ収まっていねえんだよ。そんな、俺たちここまでされるようなことしていませんよ。少し触れた程度で、少し触れた程度だと。ふざけんのも大概にしろよ。お前らに少し触れられるだけで、俺の娘が汚れんだよ。それにその上、娘の楽しみまで奪いやがって。俺の娘は真面目でな。ようやくこうして遊びに出かけるようになったんだよ。それをお前らみたいな奴らが邪魔していいはずなんてないだろう。そういえば、この人たち清流組って言っていたけど、清流組って強いの？パパ、大丈夫？私は、ふと組同士の構想になったりしないのかと不安になった。清流組か。清流組だったら、まあ大丈夫だ。上も下もねえからな。まあでも、他の組のやつに自分の娘に手出されたっていうのは許せねえからな。ちゃんと清流組の組長にはきっちり責任持ってもらわねえとな。こいつらも調子に乗って清流組の人間だって言えば許されるなんて思っていたからな。どっちが上か見せつけてやらねえと。それは、なんだ、組長に言われたら何か都合の悪いことでもあんのか。もしかして組長に怒られるのが怖いとか。お前らの組長はこんなことされてただで済ませる組長さんじゃねえんだろ。さっき俺の組長が許さねえって意気込んで言っていたもんな。それならちょうどいいじゃねえか。その素晴らしい組長さんに助けてって呼んでもいいんだぞ。男たちは顔を見合わせうつむいた。そうか、お前らが呼ばないって言うなら俺が呼んでやるよ。組を背負うってのはそういうことだからな。組員のケツは組長が吹かねえとな。父はそう言うとスマホを手に取り清流組に連絡を入れた。
あんたんとこの組員が俺の娘に手出したんだけど、どうしてくれんだ。高田組との抗争にでもなれば、お互い辛いよな。おとなしく謝罪している方が身のためだと思うが、さっさとここに来い。出なければ、こいつらやってからお前らを潰しにかかるぞ。俺のとこの組員が、とにかくそちらに伺います。清流組の組長は、ことの大きさをすぐに理解した。お前らの組長さんがすぐに来てくれるってよ。よかったな、仲間思いの組長さんで。そんな組長に迷惑かけるなんて、お前らの首ももしかしたら飛ぶことになるかもしれねえな。俺にとっちゃ、お前らが破門されようがどうでもいいが。おい、どうすんだよ。俺らやばいぞ。そんな、俺たちここまでされるようなことしていませんよ。言い出したの高橋さんじゃないすか。どうにかしてくださいよ。男たちは急に青ざめた顔で言い合い始めた。お前らこんな状況にもなって仲間割れなんてみっともねえぞ。男だったらこういう時はどんと構えて何が起こっても受け入れるのみだ。いいじゃねえか。お前らは俺に喧嘩売った時点で人生終わったも同然なんだから。そう思えばもう怖いもんなんてねえだろ。父は楽しそうに笑っていて、私はこの時の父が一番恐ろしいと思っていた。そしてすぐに清流組の組長は到着した。高田さん、今回はうちの組員が申し訳ありませんでした。清流組の組長は父を見てすぐに頭を下げた。まあまあ、組長さんも被害者みたいなもんじゃないですか。組員が自分の知らないところでヘマするなんて。俺は別に組長さんにどうこうしようなんて思ってないんですよ。ただね、俺にもプライドってもんがありますから、そこら辺ちゃんとしてもらわないとね。こいつらにこういうことをすればどうなるか教えてやらねえといけないと思いません。清流組の組長はボコボコにされた男たちを見ると固まっていた。どうしました？あはは、こいつらさすがにやりすぎましたかね。俺のとこの組員みんな俺の娘が大好きなもんですからね。好きにしろって言ったらあっという間にこうなったんですわ。まあでも当たり前のことをしただけですけどね。俺も優しくして舐められたら困るんでね。いや、こいつら誰ですか？清流組にこんなやついないんですが。あ、そんなわけないでしょ。こいつらが自分で清流組の人間だって威張っていたんですから。いや、見たことのない顔で。父や私、その場にいた組員たちも目を丸くして驚いていた。申し訳ありませんでした。俺ら清流組の組員じゃないです。嘘ついていました。申し訳ありません。俺らヤクザでも何でもないです。男たちは焦って何度も何度も謝罪していた。こんなことは初めてで、清流組の組長も父も何とも言えない表情だった。なんだお前らってことはただのチンピラか。清流組を名乗れば自分の思い通りになるだろうとでも思ってそう言っただけか。お前ら俺の組を名乗ってろくでもないことしやがって。父は少し笑っていたが、逆に清流組の組長はどんどん怒りをあらわにしていった。お前ら、俺が急いでこんなとこまで来てやったんだぞ。それに謝罪まで。それなのにただの土下座で許されるわけねえだろうが。申し訳ありません。そんなつもりはなくて。そんなつもりがないから何なんだ。実際に俺がここまで足を運んでんだよ。それにその感じだと今日が初めてではねえな。お前らのせいで俺の首がしょぼく乱れるんだよ。どうしてくれんだ。それは、お前らただのチンピラが組長の娘に手出すなんて、どうあがいても人生終わりだぞ。その上俺の組の名を汚したなんて、命あったら奇跡だな。
高田さん、こいつらどうしますか？そうですね。こいつらが清流組の人間だったら、組長さんにお年前つけてもらおうと思ったんですけど、まさか嘘だったなんて思いもしないもんで、度胸ありすぎだろ。って言っても、こんなチンピラ程度のやつにはどうにもできないからな。うまいこと使ってやるくらいしかないんじゃないですか。高田さんの方が、きっとこいつら潰したいほど腹を立ててると思いますし、こいつらの運命は任せますよ。俺のところは、こいつらがクソみたいな人生になるなら、何でもいいですから。俺ら何でもします。もしかしたら役に立つこともあるかもしれません。どうか、命だけは助けていただけませんか。俺も何でもします。命取られるくらいなら、刑務所に入った方がマシです。お願いします。俺らのこと使ってもいいので。お前ら、それどういう意味か分かってんのか？これから先の人生、俺らに預けるって意味だぜ。自分の人生かけて、本気で俺らに忠実になれんのかよ。なります。言われたことも何でもします。生きてさえいれるなら。そうか。そんなにも命が大事か。組長さん、俺にいい考えがあるんですけど、こいつら組長さんに譲りますよ。何でもするって言ってんで、この際こき使ってやったらどうで。俺のところは、娘がこいつらの顔なんて見たくないでしょうし。なるほど。高田さんがそう言うなら、俺んとこがいただけましょうかね。何でもするなんてそんな都合のいい人材、俺の組員もきっと喜びますわ。本当ですか？俺ら必死になって頑張ります。お前ら勘違いすんなよ。俺が言ったことは絶対なんだから、お前らに選択肢なんてないと思え。怪我しようが体調を崩そうが、絶対にだ。清流組の組長が笑うと、男たちは自分が言ったことでどれだけ悲惨なことになるのか身構えていた。それと、逃げた時はお前らの家族にも手を出すなんてこともあるから、それも自覚しておけ。今日からお前らは清流組のペットも同然だからな。ちゃんと首輪つけとかないとな。はい、逃げるなんてそんなことしませんよ。組長さん、こいつらを引き渡す代わりに、こっちにもメリットくれませんかね。これからはお互い都合がいい時は手を組みましょうよ。これは清流組にとっても悪い話じゃないでしょう。そうですね。俺のとこはこいつらでいい思いしますから、これからよろしくお願いします。父と清流組の組長は、笑いながら握手を交わした。これを機に、高田組と清流組は手を組むようになり、どんどん勢力を上げていった。組が大きくなるにつれて、男たちの雑用は重労働となり、さらにこき使われた男たちは体を壊し始めた。普通の生活もままならない状態になっても、ペットから抜け出すことはできず、生き地獄のような生活を強いられることとなった。そういえば、いつからこのクラブをテリトリーにしていたの？まさか店員たちが男たちを取り押さえ始めてびっくりしちゃったよ。それならそうしたって言ってくれれば、私だって安心してクラブに来れていたのに。最近帰りが遅かっただろ。俺が組員に調べさせたんだ。何かあってから遅いと思ってな。すまない。父は私が怒ると思っているのか、少し言いにくそうに説明してくれた。そうだったんだ。私そんなことで怒らないよ。それよりごめんね。私も成人もして大人になったつもりでいた。パパにとっては私なんてまだまだ子供なのにね。私はいつの間にか父との会話が減っていたことに気づかされ、なんだか申し訳なくなった。いや、それが当たり前だ。もうミユも22歳。パパが心配性すぎるだけだ。でも今回はその心配性のおかげで、ミユをすぐに助けてよかったよ。パパはミユに何かあったらもう。もう、パパったら、これから私もちゃんとするから、もうすぐ社会人になることだしね。私だってパパに心配かけないようにする必要があるんだし、だからもうそんな顔しないで。私が父の顔を覗き込むと、父は照れくさそうだったが嬉しそうだった。ミユ、
パパはこれからきっとミユがいくつになっても心配し続けると思う。親っていうのはそういうものだからな。でもこれだけは覚えておいてほしい。パパにとってミユは宝そのものなんだ。ミユがいてくれたからパパは強くなれた。ミユがパパを変えてくれたんだよ。私が小さい頃にもそうやって言ってくれたことはあったよね。小さいながらにパパの真剣な顔を覚えてる。いつもパパに守られているなーって感じてたから。そりゃあそうだ。ミユを守れるのはパパだけだからな。だからこれからも幸せそうにいつまでも笑っていてくれ。これがパパの一番の願い。わかった。わかった。パパも体に気をつけて長生きしてよね。もちろんだ。これからもミユの幸せな顔を見ないといけないからな。私は誇らしそうにしている父を見て、いつまでも父を大切にしようと心に決めたのであった。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。私の名前は平井紗恵、36歳。私は小さい頃の夢だった、ネイル専門の店を自宅の1階にオープンした。もともとお客さんがついていてくれたこともあり、オープンして数ヶ月、それほど苦労することなく営業できていた。ゆりちゃん、お客さんもう来ないだろうから閉店作業しようか。はい、今日も疲れましたね。ゆりちゃんは若いけれど、とてもしっかりしていていい子だった。ここの店の店長は誰だ？さっさと出てこい。ほらほら、早くしないと陽介さんがお怒りになるぞ。急に男三人がずかずかと入ってきて大声で叫び出した。どういったご用でしょうか？お店はもう閉店しますのでお引き取りいただけませんか？あ、俺ら客じゃないんだけど。ここの店長は誰だって聞いてんだよ。とっとと出せや。店長でしたら私がそうですが。あ、お前がここの店長か？俺らここを取り仕切ってるもんなんだけど、今日は俺らの許可なしに営業してるみたいだから覗きに来たんだけど。営業許可なら取ってますけど。あんた何言ってんの？そんな法的な許可のこと言ってんじゃなくて、俺らの許可がねえって言ってんだよ。そうそう、俺らがここら辺を取り仕切ってやってるから安全に営業ができてるくせに、そのお礼がねえって話だよ。何でもいいことしてもらったらそのお礼をしなきゃいけないって小さい頃に習わなかったのか？いや、ちょっと意味がわからないのですが。だからここは俺らの島だって言ってんだよ。まあわからねえならそれでいいわ。とりあえずみかじめ料として500万俺らに渡してくんね。500万？そんな大金持っていません。このお店は小さなネイル専門のお店で、そこまで稼ぎだってありません。お店で働く子に給料渡すのに精一杯なんです。それじゃあそいつの給料なくせばいいじゃないのか。店の子っていうのはお前のことだろ。店が閉店まで追い込まれるか、自分の給料がなくなるか、どっちがいい？お前の返答次第ではこの店をぶっ潰すことになるが。そんなこと言われても私にも生活が。ああ、お前が生活できねえようにすることだってできるんだぞ。男たちは標的を私からゆりちゃんに変え、威圧するように迫っていった。ちょっと、この子は何も関係ないじゃないですか。あんまり無茶苦茶なことをするようでしたら警察呼びますよ。ゆりちゃん、危ないから少し奥に行ってなさい。でも店長が。
ここは私のお店なんだから、私が対応して当たり前でしょ？大丈夫だから。私がそう言うと、ゆりちゃんは奥に身を隠すように隠れた。いい店長さんで何よりだが、どうやってこの店守るって言うんだよ。俺らはとことんやるぜ。組総出でやってもいいんだからな。組総出ってなると、俺らみたいにこんな甘い取り立てで済まないからな。俺らヤクザだから、警察なんて怖くねえし、警察呼んだって、組長にもみ消してもらうだけだから。警察呼んでどうにかしてもらおうなんて、甘い考えはやめときな。そんな、でもお金なんてないです。ないならないで作ってでも払えばいいだろうが、こっちは自分の体張って、ここら辺取り仕切ってやってんだぞ。そんな俺らに少しくらい感謝の気持ち持ってもらわねえと。ああ、もう説明すんのもだるいわ。お前ら、やってしまえ。ああ、陽介さん、我慢の限界だってさ。ごめんね。俺らもこんなことしたくないんだけど。あんたがいつまでも渋ってんのが悪いんだからな。そう言うと、男たちはお店のものを壊し始めた。やめてください。そんなことしてもお金なんて出てこないですよ。金探すのにこんなことさせてんじゃねえんだよ。俺らがどんなことしてでも取り立てるってことを証明してやってんの。お店がどんどん荒れ果てていくけど、それでも金出さねえって言うのか？そんな、もうやめてください。500万なんてうちにはありませんから。私が半泣きになりながら止めに入っても、私のことなんて見向きもせずに物を壊していく男たち。私はもうどうすればいいのかわからなくなっていた。金がないなら女なんだし体でも売ればいいんじゃね？この店大事なんだろ？こんなおばさんが体売って稼げますかね？俺だったら金もらっても願い下げですけど。まあ世の中には物好きってのがいるからな。少しくらい稼げるんじゃねえのか？かわいそう。そんな歳で体売らなきゃいけねえなんて、同情するわ。どうしてそこまでして私があなたたちにお金を払わないといけないんですか？私はちゃんと営業許可も取ってお店を営業しているんです。こんなことされるようなことなんてしていません。だからそれは、ここが俺らの島だからって言ってんだろうが、ここら辺で営業している奴にはみんな払ってもらってんだよ。あんたがそんなことも知らねえで勝手に店開けてこんなことになってんだよ。こういうことまでちゃんと調べてからしなかった罰だな。この辺で営業している人たちにそんなこと言われたことなんてありません。本当にみんな払っているんですか？そりゃ暗黙の了解みたいなもんだからな。さあどうする？金払うの？払わねえの？払わないって言うなら今後もこういうことは続けていかなきゃいけないんだけど。俺らも暇なわけじゃねえからさ、とっとと払う決断してくれねえかな。後で後悔して払うって言ってももうこの町に住めなくなってるかもしれねえぞ。どうしてそんなこと言えるんですか？俺らがそうさせてもらうからだよ。この町全員使ってでもあんたらを追い込んで金払わねえからここで商売できねえようにしてやる。そんなことされたくなかったらおとなしく金払うことだな。でも500万はせめてもう少し金額を落としていただけませんか？ないものを出せって言われても出せないんですよ。こんないい家に住んでるくせに金持ってねえのかよ。家張って店出すのはバカがすることだぜ。私ではなく旦那がお金を持っているので。それならさっさと旦那呼んで払わせればいいじゃねえか。払うって言うなら待っていたらよ。また日を改めることはできないですか？旦那にもちゃんと説明しないといけないですし、
お金だってすぐに用意できる金額じゃないじゃないですか。あ？まだ店内を破壊されたいのか？まあそういうことだったらとりあえず100万払ったら帰ってやるよ。100万だったら旦那がお金持ってくると思います。初めからそうやって出す気持ちを示してくれれば店をこんなにも荒らされることなんてなかったのにな。ほらさっさと旦那に連絡取れ。そういうことでしたらもう旦那さん呼びましたよ。すぐ来るって言ってくれていたんで5分もすれば来てくれると思います。そうかそうか、使えねえ女だと思っていたがなかなかやるじゃねえか。これで無駄な時間が省けたな。男たちはもうすぐでお金が手に入るとかなり喜んでいた。そうか、そんなにも金が欲しかったのか。残念だがお前らに渡す金なんて持ってきてねえぞ。旦那は帰ってきた瞬間に怒鳴り仁王立ちしていた。旦那を見た瞬間に男たちは顔面蒼白に。その理由は旦那の後ろにはがたいのいい組員たちも仁王立ちしていたからだった。どちら様でしょうか。俺がここの家主なんだが、どういうことか。この俺に100万持ってこいって言った輩がいるらしくてな。そういうことで早急に帰宅したんだが、その指示を出したのはお前らだな。いや、それは。男たちは何とも言えない感じで黙り込んだ。で、誰の嫁に金を請求してんだ？お前らこの家が誰の家だか分かってやっているんだろうな。ははは、もちろんそんなことは知らなくて。なあ、お前らだってまさかこんな人がこの家の方なんて思わなかったよな。いや、まさかそんなあなたのような人のお家だとは。俺たちはてっきり一般の家庭だと。一般の家庭ね。別にここが一般の家庭じゃないなんて言ってないが、お前らはどうやら俺を怒らせるのが天才なんだな。申し訳ありませんでした。壊したものもすべて弁償させていただきます。どうかお許しいただけないでしょうか。男たちは一斉に謝罪をし、頭をすりつけるように土下座をしていた。さえ大丈夫か。さえは何もされていないか。旦那は男たちの土下座を無視して私に寄ってきて心配してくれた。うん、私は大丈夫。ただお店が、せっかく翔太さんが私の夢を叶えてくれたのに、これじゃ営業できないよ。私は旦那の顔を見た安心感からか涙が溢れた。お店のことは何も心配しなくていいんだよ。そんなの俺がまた新しくしてやるから。俺はさえに何かあったらと思ったら気が気でなくて。私はこの時今までにないくらいに旦那の愛を感じた。ごめんね、心配かけて。ゆりちゃんもごめんね。翔太さんを呼んでくれてありがとうね。そんな、私はサエさんが困っている姿を見て見ぬふりなんてできなかっただけです。旦那様、早く来てくださってありがとうございます。君みたいな優秀な子がサエの隣にいてくれて助かったよ。これからもサエのことよろしくね。ゆりちゃんも安心したのか身を潜めていたが、私の隣に来て手を握ってくれた。でもこの人たちヤクザだって、ここら辺はこの人たちの島だからって、ここら辺でお店をしている人はみんなお金を払って営業しているって。こいつらがそう言ったのか。サエには言っていなかったが、ここは平井組、俺のところの組の島だ。サエに他の組の島で営業なんてさせるわけないじゃないか。それなのにそんな嘘ついてここに金を取り立てに来るなんて。それじゃあ、
男たちは一切私たちの顔を見ようとはしなかった。で、お前らどこの組のもんだ？俺の島でこんなことやって、ただで済むなんてことあるわけねえからな。他の組の者が他の組の島で取り立てするなんてご法度だ。そんなことも知らねえなんて、本当にお前らヤクザか？俺らは、勘違いしてました。てっきりここが俺らの島だと思い込んでまして。金も取りませんし、ちゃんと弁償もするので勘弁してもらえませんかね。お前、そんなこと言って大丈夫かよ。小さな声で何かを話し始める男たち。焦っているのか、まともな判断ができないようだった。そうか、勘違いか。そういう話はよくある話。なわけないだろ。お前らどこの組のものか言いたくねえんだろ。そんなに組長に連絡されるのが怖いのか？独断でこんなことやったなんて知られたら、波紋どころじゃ済まされねえもんな。いや、そんなことは、俺らはただ穏便に済ませてもらえれば、そんないい話はないなぁと思いまして。そうですよ。できれば組関係なく、穏便に済ませていただけないですかね。穏便に済ませるわけねえだろ。さっさとどこの組か言え。言わねえなら、片っ端から他の組に連絡取るぞ。男たちは旦那に威圧されてもなかなか口を割ろうとはしなかった。翔太さん、こいつらしぶといみたいなんで俺らに任せてもらえませんか？姉さんの大事な店をこんな風にされて俺らも黙っちゃいられねえっすよ。とりあえずボコボコにして痛い思いすれば喋るんじゃないですか？いい提案だな。サトルがそこまで言うなら任せてやる。ただ気絶するまではやるなよ。それは一番楽な方法になっちまうからな。どうせやるならその寸前で止めろ。そこから俺が吐かせてやる。ちょっと待ってくださいよ。急にボコボコだなんて言われても少し時間もらえませんか？お前らからこの家に乗り込んできたくせに、どうして俺がお前らに猶予なんて与えないといけないんだ？ほら、サトル、遠慮しないでやれ。わかりました。お前ら、そういうことだから、姉さんの仇とんぞ。陽介さん、助けてくださいよ。若頭を筆頭に、数人いた組員たちは、男たちをボコボコにし始めた。すみませんでした。もうやめてください。ちゃんと弁償しますから、お願いします。お前らとっとと吐かねえと体が使い物にならなくなるぞ。まあそれはそれで組員たちが楽しそうだからいいけどな。言います。話しますからやめてください。一番若い男が耐えられずに話すと言い出し、他の二人は地獄を見るような表情をしていた。やっぱ若いやつは忍耐力が足りねえんじゃねえのか。お前らも仲間選ぶなら次から口が固いやつにしとかねえとな。カナタ、やめとけ。言えばどうなるかなんて分かっているだろう。そうだよ。もう少し、何か他に。お前らごたごたうるせえんだよ。もっと痛い目に遭いたいのか？で、お前、どこの組だ？これでこいつらにやめろって言われたからって、言わないなんてことになれば、お前、マジでやるからな。一度自分の口から出た言葉にはちゃんと責任取らねえとだからな。言います。ちゃんと言いますから。俺らはそのヤクザじゃないんです。どこの組にも入っていないんです。男は言いにくそうに話した時、その場の空気は凍りついた。あ、お前何言ってんのか分かってんの？お前らがここが自分の島だとか、自分たちがヤクザだって言ったんじゃねえのかよ。それもここの島の組長にな。それじゃあヤクザじゃありませんなんて馬鹿げた話、あると思うか？それで俺らが納得すると思うのか？ほんと、何を言うかと思えば、
ヤクザじゃないって組長をバカにするのもいい加減にしろよな。いや、それは、でも本当のことなんです。俺らはヤクザでも何でもなくて、嘘をついたと言いますか。本当に申し訳ありません。旦那が他の二人に目をやると、男たちは目をそらすようにうつむいた。マジで言ってんのか？お前らただのチンピラなのか？翔太さん、こいつら嘘ついてるようには見えないっすね。とりあえず本当かどうか、顔が利くやつに聞いてみましょうか。ああ、もしこれで他の組のもんだったら、最悪なことになるかもしれねえからな。そっちはそれで動いてくれ。わかりました。15分もあればわかると思うので。そう言うと若頭は片っ端から連絡を入れ始めた。お前ら、本当に真実を言ってんのか？ただのチンピラがどうしてここまでできるんだ？誰かバックでもいるのか？いません。そんな人は、ただ俺らは前にそうやって、みかじめ料を取り立てているところに遭遇して、それでこうすれば、金が手に入ると、ただそれだけのために嘘をついて。それだったらお前ら、この荒らし方からして初犯じゃねえだろ。何度か他の店にもこうやって脅していたんだな。ヤクザでもねえ奴がここまでできるなんて、なかなか許しがたいことだな。はい、合っています。何度か成功してて、それで今日もまさかこんなことになるなんて思わなくて、本当にすみませんでした。男の口ぶりからしても、ただのチンピラだと確定していった。組長、やっぱりこいつらヤクザの世界にはいなかったっす。誰ともつながりもない、ただのチンピラっすね。どうしますか？こいつら自身に責任取らせるしかないっすよ。お前らそれでこの店を弁償するなんてほざいていたのか？金がなくてこんなことをしていたくせに、金もねえのにどうやって弁償するつもりだ。この店に飾ってあるものはどれもいいものばっかなんだよ。これ全部弁償するなんて、どれだけ金が必要か分かってんのか？それにちょうどお前らの目の前に転がってるやつなんて、世界に一つしかないものなんだぜ。それなのにどうやってこれを弁償できるって言うんだよ。それは時間をかけてでもお金を支払おうと、必ず言われた額は毎月いくらかでも支払いますので、信用していただけないでしょうか。世界に一つしかないものだとしても、本当にそういうものをまた購入できるようにお金で返しますので。信用だと？俺から金を取ろうとしたお前に信用なんてあるわけねえだろうが。ほんと、さっきから寝ぼけたことばっか言いやがって。そもそもお前ら、俺が金持ってることわからねえのか？俺は金なんて求めてねえし、お前らをどれだけいたぶることができるかってことの方が面白いんだけど。そんなこと言わず、俺ら三人で必死に働いて弁償しますから、これからはヤクザの真似事なんてしないです。もう二度としないですから。俺ら組長さんのために働きますから。俺も何でもします。誓ってもうこんなことしません。俺もまだ30代で人生これからなんですよ。少しくらい情があったっていいと思いません？そうか、じゃあね。確かに金を取ろうとした相手が俺だったことは同情してやるよ。それなら選択肢を二つやる。自分で選んだ道なら後悔なんてものはねえだろ。組長、それは優しすぎませんか？こいつらは姉さんに怖い思いをさせたんですよ。俺はこいつらに同情なんてできないです。まあまあ、そんな固いこと言うなって。こいつらだってこんなに後悔してんだからな。あ、そうだよな。はい、俺ら一生かけてでも償うつもりでいますから。男たちは旦那の一言によって目を輝かせていた。ほら、こうやって言ってることだし、まあサトルも
選択肢をとりあえず聞けって。組長がそこまで言うなら、お前ら、組長の思いをありがたく思えよ。お前らみたいなクズに同情だなんて、俺は一生お前らの不幸を願ってやる。すまんな、こいつは特に、昔からサイのことを知っているやつだからな。では、選択肢その1、体を売って金を稼ぐ。体を売るって、男のそういうのって、それに俺はもう40代ですし、あんまり稼げないんじゃないですか？そんなの少し考えれば、稼ぎ方なんてわかるだろうが、男だからもちろん体を売るって言っても、女みたいなことはできないだろう？ってことは、体を売るってことがどういうことかなんてわかるよな。そんな、体なんて売れば生活できないじゃないですか。それに最悪なことになれば命さえも。まあそうだな、そういうこともなくはないかもしれんな。命を一番に考えるなら、二つあるものを売って体に害がないようにするか、まあそれでも最悪命を落とすか。それならもう一つの選択肢は何ですか？命を落とすくらいならもう一つの選択肢の方が。俺はまだ生きたいんです。命だけは助けていただきたいです。男たちは体を売ることがよっぽど嫌だったのか、もう一つの選択肢にかけていた。まあまあ、お前らそうやってすぐに興奮するなって、さっき組長が言っていたように、これはお前らに同情した上での選択肢なんだぜ。本当だったらお前らに選ぶ権利なんてねえんだから、黙って最後まで聞けや。サトルの言う通りだ。お前らにどうこう言う権利なんてない。そんなに聞きたいなら早く言ってやる。もう一つは闇組織に引き渡されるってことだ。闇組織に引き渡せばお前らに逃げられることなんてこともなくなるし、同時に俺らに金も入る。こっちからすればより安心ってわけだ。それに俺らにとっても都合がいい。俺らは闇組織の奴らに借りを作ることになるからな。組長、それいいっすね。あいつらもきっと三人ももらえてかなり喜びますよ。さあどうする？お前らが自分でこの二つから選んでいいんだぞ。あの、闇組織って何ですか？どういうところなんですか？ああ、そうか。お前ら、ただのチンピラだから知らねえのか。俺らみたいな奴らは、都合が悪くなった人間を消すのに、闇組織の人間を使うんだよ。そこに引き渡せば、安い金でお前らを買ってくれるからな。そこで働けば、俺らにも自然と金が入るし、組織の奴らにも金が入るから、ウィンウィンってわけだ。働くっていうのは、一体、どういうことを、俺らにできるような仕事なんでしょうか。そりゃ、合法とは言えない。誰もやりたがらないような仕事に決まってんだろ。誰もがやっているような、そこら辺にある仕事だったら、そいつらの必要価値がなくなるじゃねえか。まあ一つだけ言えるのは、重労働、安月給だってことだ。俺らに入る金と、組織が引き抜く金があるからな。お前らに渡る金なんて、これっぽっちの金くらいだ。まあでも安心しろ。最低限の生活くらいはそこで賄えるんだから。お前らに生活費なんてものは必要ないんだよ。最低限って言っても、底辺は底辺に変わりないんだけどな。まあ俺から言わせれば、刑務所の方が幸せだってことだな。でも、命の保証はあるぞ。組織の奴らも、お前らがいなくなっては商売にならないからな。いらなくなったら消されるなんてことは、ないってことだ。その選択肢を選べば、俺らの人生なんて、なくなったも同然じゃないですか。俺ら、絶対逃げたりしませんから、普通に働いて、お金返させてください。その方が、組長さんに渡せる額も多いんじゃないですか？ほら、闇組織の人たちに抜かれなくて済むし、
そうですよ。なんなら俺らのこと見張りつけても構いません。そんなところに行くくらいなら必死になって働いた方が。見張り？そんなもんお前らにつける労力が無駄だろう。それに組織に引き渡した方が楽なんだよ。勝手にお金が入るんだからな。それにお前らの苦しむ姿も想像できる。そんないい話ないと思わないか？旦那が嬉しそうに笑うと、若頭もさすが組長という風に笑っていた。ほら、どうすんだよ。組長が優しさでお前らに選択肢を二つも与えてくれたんだぞ。お前らが選んでいいのはその選択肢のうちの一つだけなんだよ。つべこべ言わずにとっとと選べ。男たちは命が助かるならと全員で顔を見合わせて後者を選んだ。闇組織に引き渡すでお願いします。底辺の生活でも命が助かるなら。そうか、それなら悟る。組織の奴に三人まとめて引き渡すように手配しておけ。はい。お前ら逃げようなんて甘い考えを持っているなら今のうちに捨てておけ。今まで一人たりとも逃げれた奴なんていねえんだから。組長、手配できました。それならこいつらをさっさと連れて行け。この家にいつまでもいられるのは気分が悪い。ほら、早く車に乗るぞ。早く歩け。男たちはみんな肩を落とし歩いて行った。その後、自分の命を選んだ男たちは想像以上の労働を強いられ、次々と倒れてはまた働くような生活を繰り返していた。そしてまともなご飯も食べられず、まさに生き地獄のような人生を過ごしている。男たちが連れて行かれ、店内が静かになった時、私は荒れ果てた状態を見て座り込んだ。さえ、大丈夫か？旦那は優しく私に寄り添い、頭を撫でてくれた。大切なお店が、私、自分のお店なのに守れなかった。私がしっかりしていれば、こんなことになんてならなかったのに。どうして自分を責めるんだよ。さえは、何も悪いことなんてしていないだろ。むしろ俺の方が、さえを守ってやれなくて。こんなことになる前に気づいていれば、あいつらは初犯じゃなかった。俺が情報をもっと知っていたら防げたかもしれない。本当、サエの旦那として情けないよ。そんなことないよ。ちゃんと助けてくれたじゃん。私嬉しかったよ。翔太さんが駆けつけてくれた時、私愛されているんだなって感じたの。それなのに私は翔太さんに何もしてあげられていない。夢だって叶えてもらったのに足を引っ張ってばかりで。サエは俺の隣にいてくれるだけでいいんだよ。俺はサエの喜ぶ顔を見るのが一番好きなんだ。だから悲しい顔しないでくれ。お店は荒れ果ててしまったけど、組員の奴らに言って元に戻してもらうから。そんな、またお金が。いいんだ、そんなことサエは気にしなくていいんだよ。俺がそうしてあげたいんだ。だから俺の気持ち受け取ってくれ。本当にいいの？私これからもただ隣にいてあげることしかできないよ。本当にそんなんで妻として隣にいていいのかな。俺は結婚した時にサエを一番大切にするって決めたんだ。だからこれからも迷うことなく俺についてきてくれ。私はこういう時にこんなにもかっこいいことが言えるのは翔太さんだけだと確信した。これからも一生私なりに支えていってあげよう、そう思えたのだ。それから一週間もかからずにお店は元通りになった。男たちから得る収入のおかげでさらに余裕ができ、自分の理想のお店にすることができたのであった。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。